それでは始めさせていただきます、えっと、今、資料を共有させていただきましたけれど、ご覧いただけますでしょうか、大丈夫でしょうか。はい、あの今回ですね、今あの、渡辺先生からもございましたようにあの、まあ、イギリスの首相が交代するという節目でもあります。でイギリスではあの今、まあ、最も こうホットな一周というでしょうか？生活費危機ということになっております。あの生活費、危機下のイギリスの首相交代ということで、ご報告をさせていただきたいと思います。 でまずです、ね、あの資料の1ページ目にあのご用意させていただいているのはです、ね、これ、エルマウサミットの時のまあ首脳陣の面々ということなんですが、まあ、下にあのネットの支持率、支持率から不支持率というのを指したものを、モニューコンサルトという会社がですね定期的に出しておりまして、あの非常に面白いものですから、これ、使っているわけなんですが、まあ、この中から2人、変わって、かつまあ女性に変わりそうだというのがあの現状ではないかと思います。 でまあ、最もあのこの中で不人気なあのイギリスのジョンソン首相は、まあ、この直後に辞任を表明することになったというのはあのご承知の通りかと思います。で今あの、イギリスの、まあ、保守党の党首選ということになっておりましてです、ね、あの9月の2日まで,です、ね、今週の終わりまであの党首選のまあ投票が行われて来週早々にまあ結果発表されると。 新内閣が来週火曜日でしょうかね、発足するということなんですが、保守党員の投票以降の調査結果というのはです、ね、もうずっとここのところ、トラスさんが圧倒的優勢ということになっています。これ、保守党の下院議員の,議員の投票結果ともです、ね、それから一般的な人気とも異なる結果になっているということでございますが、トラス氏首相就任という方向になっていると。 で下にご覧いただいているのは、政党支持率ですあのヨーロッあ。イギリスの場合は青が保守党ということになるんですがあの、最大野党、労働党の方が支持率上回るという状況が、この党首選がまあ展開されている中でも変わらないということで、まあ、これこ、盛り上がりを書く、一般的な意味では盛り上がりを書くと、まあ、そもそも4650万人ぐらいイギリスの有権者がいるのに対してです、ね、20万人ぐらいの 保守党員が選ぶということになるので、あの盛り上がりようがないわけですし、まあ、冒頭申し上げましたようにです、ね、今、あの有権者の最大の関心事というのは、こちら、世論調査、イギリスが直面する課題というのを選んでもらって、一番ホットな、ま、最大の重要な問題だという人が、まあ、35%インフレ、まあ、22割ぐらいが経済と言っていて、まあ、経済、まあ、物価動向というのが非常に深刻。 でまあ、あの2番目以降に選んだ人もです、ね、多いということで、まあ、過半数の人がインフレを心配している状況にあるとで、そのインフレがどういう状況になっているのかというと、まあ、こちらの2ということでお示しいたしているとおりで、G7 の中では最も早く10%台に乗せたと、主、ま、要、あ、国の中では最も早く10%台に乗せたということになっております。これはイギリスの統計局があの示している あの品目の割合ということでちょっとあの変わったトゲになっているんですが、ままずあの全体に広がってるということが一つですね。それからあのこの赤いところがですね、住居関連サービスということになっているんですが、大体の電力、ガス等の寄与度まあ,あの光熱費ということになります。これがの2%近く7月時点でま押し上げていたということなんですが、これあの10月にですね、さらにあの 8割増という形になるということで、あの10%台半ば近くまでインフレ率がまあ上がろうとしているというようなことで、まあ、非常にこう危機意識が高まっていると。まあ、その最中でこでのんびり投資戦やっている場合なのかというようなまあ危機感もあってですね、あの盛り上がりに変えているというところもあります。で今、こちらにですね、主要国、地域のインフレの局面ということで書かせていただいています。あの日本の場合は、 まあ、あの内政的なインフレという兆候は見られないもっぱら、まあ、コストプッシュ型ということになります。 あの少しこうインフレスパイラル的な状況が心配されるのがヨーロッパ、まあ、ユーロ圏ということで、あのこれがです、ねまあ、賃金を伴いながら物価上昇するという、インフレスパイラル的なあの内政的なインフレ圧力が非常にこうあの心配されて、かつそう高インフレが定着しそうだというところにあるのがアメリカであり、イギリスでありということで、あのイギリスではです、ね、あの8月もずいぶん、ストが頻発していると。 あの失われた購買力を取り戻そうという動きがまあ、出ているということです。で、この物価高なんですが、イギリスの場合はあの食品価格、あるいは人手不足を通じて、あのブレグジットもインフレ圧力になっているというところも一つ特徴ということになるわけです。で、目下最大の1週はですね。これヨーロッパも同じだと思うんですが、まあ、ガス価格の上昇ということになります。で、イギリスの場合ですね。実はあのロシアに対しては？ ガスを依存していないといななととうことになるんですが実はこうエネルギー市場が非常に自由化、進展していると、それからそもそもガスに依存する割合が高いと、かつです、ね、あのガスの貯蔵能力というのが結構低くて、まあ、その分市場から調達している割合が高いものですから、結果としてこれが値上がりすると、まあ、家庭の,あの電力、ガス、高熱費にダイレクトに響いてくるということで、あの10月からはですね、 1>, あの1年前はだいたい月額標準家庭1万7000円ぐらいだったものが5万円近くになってしまうと、さらにあの1月以降、4月以降ということで、まあ、さらに上昇が見込まれるということで、まあ、これではもう多くの家庭が貧困状態に陥ってしまうということで、まあ、大きな問題になっていると。 あの家計のガス、電力料金、市場価格に連動する割合が高いというですねあの自由化が進んでいるならではのまあ悩みが1つあるということにもなりますし、まあ、さらにですねあのロシア産ガスへの依存度が低いんだけれど、EU の脱ロシア産ガスの風発を受けて、まあ、市場価格が上がっているというところに悩まされているというところも非常にあのイギリスならではの今の現状とあの悩ましいところということが申し上げられるかと思います。とということであの 金融政策はですねあのいち早く引き締めに転じてきているということで、まあ、利上げと、それから量的縮小というのが始まっているということになりますし、まあ、当然のことながら、ですね想定以上の市場価格の上昇で光、まあ、熱費の伸びも高いということになりますので今回の保守党の投資点では、まあ、これ、どう救うのかというところが問題になっているということです。 スナックさんはですね、あのヨーロッパなんかでもやっている、バットのエネルギー関連のものを引き下げますということと、それからの超過利得税ですね、石油ガスで利得を得ているところに課税して、そこからまあ低所得者世帯に支援しましょうというようなことを追加策としてやりますよというようなことを言っています。この方、前財務大臣ですので、具体的な政策の中身などもですね、熟知して、ものを言っているということなんですが、トラスさんはですね、結構その、 まあ、スナックさんが決めているあの法人税の引き上げとかあの所得税率の引き下げみたいなもの、まあ、そのうち法人税の引き上げは撤回しますよそれから減税しますよでプラスこうグリーンガス課長金というものを1年間凍結しますよみたいなことを言っているんですが実はこれあの何のことを具体的に指すのかわからない具体性に乏しいということが言われているのとそれからのインフレーですので まあ一層の減税によって一層のこうインフレを招いてしまうというようなことも恐れられていて、まあ、トラス首相になると、ですねあの金融政策、一段の引き締めが必要になるというようなことも言われております。あの同じこうスパイラル的なインフレに悩まされているアメリカが、一応、曲がりなりもです、ね、あの財政政策としてインフレ抑制法というスタイルでまあ話をまとめたのと、ちょっとこうトラス政権の動きはですね、 あのちょっとととののものになりそうだというだいことですで日本ではですね実はあのこのジョンソン首相が退任することによってロシアの制裁ウクライナ支援それからインド太平洋経済という、まあ、外交路線が変わるのではないかというところが実はあの悩みとしてあのメディアの方などにインタビューを受けることが多いんですけれど。 これはおそらく皆様ご認識の通りでですねイギリスはまずロシアに対して非常に厳しい姿勢を超党派的に取っているこれは ECFR 欧州外交協議会の世論調査から取ったところですがやはりロシアに対する厳しい姿勢北欧に並ぶぐらいですねイギリスは厳しいということですね。別に ロシア制裁、ウクライナ支援、熱心なのはあのジョンソン氏だけではないですし、今の,あの首相候補、両人ともあのこの路線は継続するということを言っています。それからインド太平洋経営者もですね、あの昨年、あの10か年計画の,あの統合レビュー、外交・安全保障。 それから開発援助政策の方向性を認めた中で明記されているこれもこうジョンソン首相独特のものではないということでこれも基本的に継続するとただあの日本での期待としてはです、ね、あの中国対中国の抑止で足並み揃えてほしいといったようなニュアンスがあるというところがあるんですが 実はこの統合レビュー、まあ、出てから1年半ほど、まあ、経ってくるというところで、いろいろ見直しというんでしょうか、検証みたいなことが行われているんですけれど、実はの中身として、ですね中国に対するこう戦略というのは、実は曖昧だと、それからあの台湾に対する言及というのは、実はこの統合レビューの中では、あの一番の,あの目下の一種であるにもかかわらず、言及されていない、まあ、この点も曖昧だとそれからですねやはりあの 実はインド太平洋経営者のまあ中身として、経済的な利益を取りたい、あのまあ、軍事などのですね、あの武器などのまあ需要も旺盛だというようなことで、ここを取っていきたいというようなところを見え隠れするぞというのが、これ、IISS、ね、の,の方のまあレポートの中。 あるいはの昨年、上院、イギリスの上院がまとめたレポートでもまあ言及されているというようなところで、まあ、少しこうそのあたりのです、ね、現実主義的なあたり、まあ、日本としては見ておかなければいけないところではないかなと思っています。まあ、終わりにということで、ジョンソン政権の成果、それから新首相が直面する課題ということでまとめさせていただきました。あのまあ、ハードなブリグジット実現したし、まあ、ワクチン戦略でも成功したし、それからインド太平洋政権者という意味では、オーカスであったり、 FTA であったり CPTPP a の加盟申請といったようなところで、まあ、具体的な動き見られるわけなんですが一方で、まあ、EU との関係が悪化しているとそれからあの連合後、王国内でのです、ね、分断というものがあの未だに収まっていないどころかかえって深刻化している、まあ、目先のインフレの更新の問題人手不足の深刻化の問題 コロナの影響もあって、そもそも言われていた国民保健サービスの逼迫の問題といった、もろもろの内外のですね積み残した課題というのは、一朝一夕には解決できないものが多いですし、それから一部はですね保守党政権の政策によってもたらされた部分があるというようなことでして、そういう意味では、ですね保守党政権は続く 限りにおいて、まあ、誰がやっても非常に難しいのが今の局面だと思うんですが、保守党政権の場合は、まあ、なおさらです、ね、軌道修正ができないということで、まあ、解決が難しい、あの党首のです、ね、行く手、まあ、かなり厳しいだろうというのが現状の見立てでございます。以上で、私からのご報告、終わらせていただきたいと思いますはいどうもありがとうございました。<laughs> じゃあ、質疑はまた後にして、まあ、包括的なの経済から政治政治から経済、外交まで含めたご報告でした。どうもありがとうございました。それでは、伊藤先生、武先生の方にお願いいたします。承知しました。皆さん見えますでしょうかはい、大丈夫ですよ、はい。それでは始めさせていただきます。 私からはイタリアの最近の政治情勢ということで9月25日に予定されている総選挙と、まあ、それに伴うです、ね、特に国際関係上の影響についてお話しさせていただきたいと思いますよろしくお願いいたしますでまず、えー、と伊藤紗友理先生のお話にもございましたようにイタリアでもです、ね、生活費の危機というでしょうか、まあ、インフレ物価高騰対策というのが 国民の最大の関心事であることは、えー、変わりございませんで、そのまあ、結局それに対応する政策とあ復興、えー、基金の、えー、使い方をめぐって、えー、ドラギ政権が割れて今回のまあ、異例の総選挙に至ったという話をこれから、えー、させていただきますでは、えー、先に進ませていただきます まず、えー、最近のイタリアの政治情勢ですが、今申し上げましたように、えー、2022年、今年の7月の下旬にドラーギーが辞任を表明して、それによって、えー、解散総選挙が、えー、9月25日に予定されることになりました、えー。この研究会でも何度かご報告させていただいておりますけれども、2018年の3月に前回の総選挙がございまして、 それ以降、ですね、えー、目まぐるしい内閣の交代が続いておりました。えー、まず、えー、組閣に3ヶ月以上かかりまして、賛成力定律状況ということを以前申し上げましたけれども、5つ星運動と中道右派と中道左派という、まあ、ほぼ賛成力が3分の1ぐらいずつ取り合うという状況で、まあ、政権を組むのが非常に難しかったと。その中で、6月に、えー、ポピリストの5つ星運動と同盟。 というですね、左右のポピュリストが連立するという、まあ、あ,のあまりない形、えあえて言えばあのギリシャでス、えっと、プラ政権の時に少しそういう似た形態があったんですけれども、非常に珍しい形のえ第一ルコンテ政権が成立し、まあ、難民対策とかえ経済対策をめぐって政権が右往左往しながら、まあ、結局それで2019年の9月に政権が崩壊して、 でこの時にえっ、ー、と実はサルビーニ、同盟のサルビーニは、えーですねえー、ちょうどこれ、夏とか、えー、ちょうど今の同じタイミングだったんですけど、ここで政権を崩壊させると、えー、とコンテ政権のまま、えー、選挙管理内閣になって、イタリアの場合、普通選挙は春にやりますので、春まで選挙管理内閣が続いて、えー そして、イニシアチブを握ったまま解散・総選挙になって、この時は同盟の支持率が非常に高く、まあ、30%を超えてましたので、自分が首相になれるという目論みだったんですが、まあ、それは相手側も分かっていたので、うまくいかず、えっと、ずっと連立を組まないと言っていた五つ星運動と民主党が組んで、中道左派連合が成立してました。で、えっと、この政権、なんとか、えっとですねえー、経済対策を回すということを優先していたんですが、その後 直後にコロナ対応で、えー、非常に困難な立場に、えーまあ、置かれるわけですね。でそして、えー、と結局2021年の2月に、まあ、EU の好基金の受け取りをめぐる、まあ、厳しい、えー、交渉をまとめられるのは、まあ、コンテではなく、えーまあ、結局ドラーギしかいないということでドラーギさんを担ぎ出して、えー、超党派政権を作った、まあ。主要政党ではイタリアの同胞という、まあ、中心右派の政党以外は すべて閣僚を送って入閣しているという近年珍しいタイプの政権が成立してでそして大体200億ユーロでしたでしょうかの、えー、とすいませんあの金額を正確に覚えていませんがヨーロッパの中で最大の復興基金を受け取る交渉をまとめたわけですただし、えー、あの先ほどの人藤やり先生のご報告にありましたようにイタリアはエネルギーの対外依存度が高く、えー ロシア産の天然ガスにもそれなりに依存していたとかですね、あと原発をフランスと違って止めてしまったので、大体のエネルギー源もないという、まあ、そういう事情があって、インフレ対策が特にですね、あのイタリア語でボレッケというんですがあの、公共料金の請求書のことを指すんですけど、その公共料金の請求書がもううなぎ登りに。 えとですね、金額が高くなって、まあ、みんなもやっていけないということで、えー、特にエネルギー価格、公共料金をめぐるです、ね、対立が象徴的な争点になって、えー、政権が、えー、困難に陥りました。そして、えーとまあ、7月に五つ星運動が政権離脱を表明して、えー、この5つ星運動が政権離脱を表明したのは、まさにこうした。あの ですね、中低所得者層向けの経済対策を党の看板政策としてきたのですが、まあ、それがうまく評価されずに、同党の政策、あの支持率というのは、まああの、総選挙の時は30%超えてたんですけれども、そこから急速に低下して、まあ、2桁を割るんじゃないかってとこまで来たんですね。このタイミングで、えっと、このまま与党についていったら、将来はないということで、野党に転じるという。 政策、あの路線変更をして、そして、えー、それに中道派があの今、選挙をやれば確実に自分たちが勝てるという。 状況なので、えー、選挙管理内閣で2月、3月までいって不確かな状況よりも、今解散・総選挙しようということで圧力をかけ、そして、えー、と今まででしたらそれでもドラギさんが予算成立を優先して、えー、選挙管理内閣の首相となることをの,のんだと思うんですけど、えー、特に中道派はもしかしたらそれを望んでいたかもしれないという観測があるんですが、えー、でもドラギさん自身がもうちょっと自分がそういうですね、えーまあ、なんていうんでしょうか。こうし えとえー、なんて言うんでしょう,こう、貧乏くじを引くというんでしょうか <laughs>、ことはしたくないという明確に、えー、と大統領に述べて、そして、えー、異例の秋の総選挙となりました、これはあの終戦後初めてですあの、今までも制度上はできたんですがあの、イタリアでは10月の国会で予算審議が始まり、えー、そして12月、できれば年内、もしくは1月の早々に予算を成立させるというスケジュールが、えーとですね、基本的にあの、 えと70年以上近く繰り返されてきて、でそしてそれがあの、えー、特にユーロ危機以降あの、田中先生のご専門だと思いますが、のえー、EU のです、ねえーとまあ、国内政策の査察制度とセットになって、8月ぐらいに内閣が EU の、えー、と承認を得て予算案を作り、そしてそれを、えー、と10月の頭から国会に投げて、 なんとか困難な交渉をまとめていくっていうスケジュールが定番になっていたので、それを何、まあ、て言うんでしょうか、動かせなかった。だからか今回も解散はないだろうって最初は言われていたんですが、それぞれの思惑があって、予算審議に入る前ということで、9月という、まあえー、形で一番早いタイミングでの解散・総選挙となりました。さて、えー、とそれで、えー、総選挙をめぐる常磐情勢というか、まあ、あのなんですが、 えとですね、基本的にあのこの資料をお作りしたときから変化はしておりません。まず中道派が圧倒的優勢で、その中でも、えー、ドラギ政権に加わらず野党的な立場を保っていたイタリアの同胞の人気が非常に伸びて、えー、今25%を超えるという世論調査もいろいろ出ていますで、えー。同盟とフォルスやイタリアはそれに続く立場で、えー、中道派の中で、えー、メローニ氏率いる、えー、同胞の支持が。 圧倒的なので、このままいくと、まあ、五割中道、上、え、は、ー、取るだろうと言われていて、そうすると、安定化半数を上下両院で取って、メローニー首相が誕生するというのが、まあ、それ以外の予測が困難なほど。えー、確実し、今のところされています。ただし、もちろん、えーと、今後どうなるかわかりません。で中道さと五つ星は伸び悩んでいます。 で第3局形成の試みなどもあって、カレンダーとか、あと、レンチ元首相なんかがそういうことをしていますけど、まあ、これも阻止条項を超えて、えっと、政党としての存在意義を主張することはできるかもしれませんが、えー、厳しいだろうと。で中道左派も、えー、中部の地盤ですら、あの中道派に、えー、と小選挙区食い込まれて、まあえー、と惨敗というんでしょうか、惨敗がほぼ、えー、と今のところは確実視されております。でえーと まあ、あの今回のこの研究会と直接関係ないんですが、例えば、えっと18歳えー、上院がこれまで25歳からしか投票できなかったのが、選挙の改正で、えー、18歳に投票可能年齢が下がったりして、えー、議会構成がいろいろ変わるだろうとか、まあ、定数削減が大幅にあって、えーっとですね、消灯が、えー、代表を怒りにくくなるだろうとか、いろんな予測があります。 いいずれれにしてても中道派が成立すするとととうことはほぼ確実だろうとされておりますそこで、えー、この情勢がどんな政治、経済的、外交的影響をもたらすかということで、まず、えっと、ほぼ確実なのは難民問題がもう一回、争点化するだろうと、えー、少なくとも、えっと、中道派政権になれば、難民規制の強化とか強制送還の問題を再び訴状に上げてくるだろうと思います。 日本のメディアではほとんど報じられませんが、あのランペドゥーザ島という有名な島にはです、ね、一、えっと月に数万人あの漂着していたりして、今でもあのむしろ、えっと、話題になっていて、これより深刻な状況が続いていて、この問題をどう解決するかというのは、えー、もう気き,きの課題になっております。えー、ですから、えー、この問題については、実は左派も、えー、中道勢力も、何らかの厳しい対応をしなきゃいけない。 いいいけないってことこは一致していて世論の支持も強いので、えー、もちろんやり方について問題はあるという意見はありますが、中道派の規制強化策はほぼ、えー、と確実に行われるだろうというふうに、えー、予測されています。そして2番目として、えー、EU 復興基金の受け取り条件には構造改革、えー、特に競争政策面での、えーですねまあ、対応が求められています。ただ、えー えとこれがどうなるかっていうのは、まあ、例えばファイナンシャル・タイムズとか EU 側のからもいろいろ懸念が表明されていて、例えば、えー、中道派等は選挙で大幅な減税政策を打ち出したりしていますし、えー、どの党もそんなに、えー、簡単なことは、えー、言えない、まあ、選挙向けのですね、えーまあ、ばらまきとまでは言いませんが、それに近いことを言ってただ、まあ、これは選挙向けのアピールでで今までもそう だったわけですねでメローニ氏すら、この構造基金とか EU との関係を決定的に危うくすることは考えていない、あのリスクにはさらしたくないというふうに表明しています。でも、えー、とイタリア側は、えー、この、えーですねえー、選挙結果をもって EU と再交渉し条件を再交渉したい、できる限り緩くしたいということは考えておりまして、えーまあ、それがどこまで EU 側との関係で認められるか。 そして、ここで EU が再交渉に応じてしまうと EU 側としてはポーランドやハンガリーが同じことを求めてきたときに対抗できないという問題があって、まあ、この点もあの簡単にはいかないだろうと思います。えそしてあの先ほど伊藤さんゆり先生のグラフにあのイタリアが一番下にえ書かれておりましたがあのイタリアの場合はもともと中道派 の特に同盟とポ、えー、ルトやイタリアはそれぞれプーチンと非常に近い関係をむしろ売りにしてきたわけですね。でえー、中にもそれなりに親ロシア派の人がいます。ただ、えー、とそれが懸念されるという、まあ、評価も確かにあり得るかもしれませんが、ただウクライナ支援については、えーと、全体的な支持はございますので。えーとえー まあ、あとメローニ氏もその路線を変えるつもりはないということは表明されています。でも現政権の、まあ、ドランギ氏よりは、えー、多少ロシアより、えー、もしくはそれを公言しないまでもエネルギー政策面での妥協を理由とした、えー、ウクライナ支援のからの後っというのが見られるリスク可能性はあって、えー、ここが非常に問題になると思います。でえーとまあ、いずれににしししままても今、えー、と求めましたように、えー中 中道右派の、えー、総選挙の勝利が、まあ、今のところ確実されている小選挙区のほとんどを中道右派が取るだろうと言われている中で、えー、2018年のポピュリスト政権の時に生じたような EU 側との、えー、摩擦も含んだ、えー、ですね、えーまあ、なんていうんでう,かこう新政権ができることは、まあ、おそらく、えー、想定しておかなくてはならない。ただ コロナ危機下で、えー、と復興基金が極めて重要な状況で、ちょうどですから、ユーロ危機の時と同じような状況ですね、あの経済が立ち行かなくなる恐れがある、そういう状況ですから、あのえ若干の再交渉等の、えー、要望は出しつつ、摩擦を多少、えー、含みつつも、おそらく現実的な対応をイタリア、のどの政権が。 成立しても取らざるを得ないだろうというところが私もそう考えますし多くの指揮者が一致するところだと思います少し長くなりましたが以上でございますはいどうもありがとうございました、えー、あの手際よくあのそれぞれポイントを手短にまとめていただきましたありがとうございます やっぱり難民問題ずっと日本で報道されてないけどちょっとひどいですよね、日本はね。もう少しちゃんとやらないといけないと僕も思ってるんですそれでは次にあの福田先生お願いします。失礼しました。それではあの私の方は、あの、 EU のインド太平洋戦略と日本ということでやらせていただきたいと思います。ええまずあの、ウクライナ危機というものがあ、まあ、どういうふうな影響を EU にもたらしたかというふうなことで、ロシア制裁と。 いうものが、まあ、EU としてはここに挙げた五つの分野の制裁を課したというのは、ご承知の通りだろうと思います。スイフトからの除外をはじめとして、まあ、これもいろいろ抜け道があるようでありますが、そしてエネルギー部門、運輸部門、それからデュアルユースの軍事療養品の部門、それからビザといったようなところで制裁措置を課したと。 でえー、そしてウクライナに対しては EU 史上初めて軍事支援ということで、えーまあ、5億ユーロを,を上限として、えー、欧州平和ファシリティというふうな形での財政支援、えーまあ、軍需品を装備品を買うための費用として供与する。でもう一方で人道支支援援としては難民支援 えー、ウクライナの,の国内避難民および国外出たあ、まあ、正式に難民になった人たち周辺国への人道支援に EU 予算からやはり5億ユ,5億ユーロ拠出するというふうな軍事人道両面での支援を行いました。でしかしながらこのロシア制裁の影響というのはすでに両伊藤先生のおプレゼンでもご指摘のように EU のエネルギー価格の上昇というものを生じた。まあ、ガス、石炭をはじめですねあの、ここに挙げたような形でですね、えーま、あどんどんお、ま、エネルギーの価格が高騰してきたと。ですでに先生方ご指摘のように、えー、ヨーロッパ諸国のロシアへのお まあ、LNG をはじめとする依存というのは、ここにありますように45.3%というふうな形でロシア依存度が高い。とりわけドイツのように、えー、ノルドストリームがあ、まあ、この間も点検ということで、えー、少し止められまして、ようやく7月21日に再開したわけですが、まあ、あの通常のものよりは4割程度に今減少しているということで。えーまあ ロシア制裁というふうな影響がこちらに出てきて、ドイツには出てきていると。で、それに伴い、エネルギー価格、食料品、あるいは在サービス、総合的にはここに挙げたように、えーまあ、ユーロスタートが示すように、消費者物価の高騰へとつながっている。まあ、これはまあ世界的な傾向でもありますけれども、そして同時に、す、え、で、ー、にご指摘のように、伊藤小百理先生の,あの ご報告がありましたように、インフレ率というものがユーロ圏で非常に上昇してきていると。とりわけ最近ですね、2月24日以降、ずっとこのユーロ圏のインフレ率というものが急激に上がってきているという状態にあります。そして、まあ、そういうふうなことで、2、3日前にこの欧州委員会、ホンデアライエンさんは、 あこのチェコ議長国にこれから変わるわけですが、まあ、欧州委員会としては、電力価格の緊急介入策を提案するというふうなことを明らかにしまして、9日に開催するこのエネルギー理事会においてです、ね、臨時会合でそのことを発表するということになってで、田中スコー先生の,あのレジュメにもすでにご指摘されているので、後で。 あの経済的な観点からご指摘いただけると思いますけれども、電力価格とガス価格のデカプリングするというふうな方針、切り離して、えー、来年の初頭をめどに、えー、電力市場の構造改革をやりたいというふうなことを衆議院会は提案する予定だということであります。また同時に、えー、エネルギー価格の高騰によって、えー、過剰利益を得ている事業者に対しては、さらに、えー 風を重くするるといいうふうな方針も示しているようでありますこういったウクライナ危機の影響を受けたヨーロッパがですね、自由で開かれたインド太平洋という日本が2007年以来ですね、言ってきた枠組みにヨーロッパ諸国が参加するようになり、EU としてもこの方向へと動いてきた。 まあこういうふうな動きの中で話題の安倍首相のですね2016年の t i c 第6回のティカ a のとの主張というか講演というのがよく知られておりましてまあここに挙げたように基本的価値の促進であるとか経済的繁栄の追求であるとか平和と安定の関与とかいうふうな形で自由で開かれたインド太平洋と。 いうふうな概念を提示するということで、2つの身の交わりにつながるですね、この広い地域ですね、ちょうど今話題のこの辺りとですね、それからフランスなどが権益を持つこの地域、そしてこれは武器を売,る売りたい地域でもあるということで、フランスにとっても。あの 武器輸出という観点からも非常に重要な国益に関わる地域だということでありますで、えーまあ、インド太平洋戦略としては EU の戦略で自律性の話とも関わってくるわけですがご承知のように EU はです、ねえーまあ、日本がこういうふうなことを打ち出し そして、まあ、EU からのイギリスの離脱に伴いまして、イギリスはグ,あグローバル・ブリティンというふうなことを言って、脱退すると。そしてその後、まあ EU 諸国のアジアへの視点というのがかなり広がってくるわけであります。2019年には日本 EU のパートナーシップに関する、まあ 枠組みを作り、5月にはフランスがインド太平洋戦略ですねを打ち出し、2020年にはドイツ、同じくオランダ、そして21年には日米で台湾海峡における現状維持といったような声明を出すといった流れがあって、21年4月にインド太平洋戦略として EU としてもこれを出してきた。 流れの中で安全保障上、クアッドの枠組みがあり、そして EU 諸国、ドイツ、フランス、オランダ、イギリスというふうな EU 諸国も、この地域に戦略的な利益というものを感じている。とりわけフランスはです、ね、インドにこれだけ軍需品を売る地域として認識している。 まあ、2060年には、こ、ま、と、あ、インドが世界一の人口、国民、中国を抜きまして、なりましたが、2060年にはたぶ GNP が世界一になるだろうというのが、まあ、インドであります。で、まあ、インドネシアもかなり増えてるんですが、まあ、こういった国々に武器を売りたいという、フランスの国益上の関心もあって、インド太平洋の地域というものに対しては、すごい関心を持っているということになりました。 そして、まあ、EU はこのインド太平洋地域における協力というふうな戦略をとり、デモクラシーや法の支配、人権といった価値にコミットする、そういうふうなことで、ここに挙げた1から7までの、まあ、目的を達成するために地域協力に参加するということを言っております。で,すでに、 何度も述べられておりますが、この中で特に、まあ、コネキティビティですね、連結性、えー、接続性を確保するというだけではなくて、えー、サイバーセキュリティの分野で、特に安全保障、防衛とも関わり、そして経済とも関わるサイバー分野での協力ということで、えー、これは、まあ、あデジタル基盤技術を社会実装する。 日本の目標と非常に共通する部分があり、また日欧協力を進める上で、サイバーセキュリティ戦略というのを外務省はサイバー外交ということで、この COIP の枠組みの中でやっておりますが、この COIP というのがここに挙げた5点の枠組み、多国間枠組みを結びつけるような役割を果たしていくのではないだろうか。 というふうに私は考えております。で、安全保障分野での日米同盟、あるいはクアッドといった枠組みがあるのはご承知のとおりでありますし、それから経済分野、金融分野では TPP11 があり、それから RCEP があり、それから ARF がありというふうなことになりますし、EU との間では EPA がありますし、 そして、あまりメディアでは報道されておりませんが、2020年に提案され、昨年12月に大阪トラックプロセスという形で行われた電子商取引に関する交渉というものもありますし、もう一方で EU が GDPR を作ったことで、ブルッセル効果が域外の日本、アメリカを含め、 全世界にこの影響力が及んでいると。こういうふうな中で日曜協力、特にデジタル基盤の形成において協力するということの意味というのが、まあ、この価値外交を進めている日本と価値の共有という点では、法の支配や平和という価値にコミットする、まあ、そういう点では協力しやすいんではないだろうか。あと、アメリカとの関係では、この 日米デジタル貿易協定であるとか、あるいは9月に構想が発表されたインド太平洋経済枠組みというバイデン政権の打ち上げたもの、これが今後どう広がっていくか、現在14カ国が参加表明しているということですが、まだこれは未知数であります。いずれにしましても、以上のような形で、日本の自由で開かれたインド太平洋といったような枠組みの中に、ヨーロッパ できれば日本外交も日曜協力を通じて成功に至る可能性があるかと思います。インターネットは不安定のようです。以上で終わりにさせていただきます。ごご清聴ありがとうございました はい、どうもありがとうございました。<laughs> えー、ま、あの、EU 全般についての最近の情勢をまとめていただいたということでありました。どうもありがとうございます。それでは次に福田先生の後は中村先生になります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。 えと見えておりますでしょうか、えー、とこの研究会ではドイツのことをあの担当させていただいておりますので、えー、と最近の動きにつきましてご報告を申し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。えー、とこれ事前にです、ねえー、と配布することができなくて大変恐縮でございましたけれども後ほど先生方にはお送りをさせていただこうと思っております。 ドイツの場合はですね、まあ、先生方はもうすでにご,ご案内のように、諸ョ政権ができまして、半年強経ったわけですけれども、えー、今回の政権については、社会民主党、それから90年連合ミドルの党、それから自由民主党、この3党の連立、まあ、いわゆる信号連立と呼ばれるあの3党の連立政権でございまして、えー、まあそういった意味ではですね、えー、とこれまでの、えー メルケル政権と違ってですね、まあ、非常にその各党のですね意見集約がなかなか容易ではない、まあ、あの当初からあ政権運営についてはあ容易ではないということが指摘されていたわけですけれども、まあ、その政権が発足をしてまもなくウクライナ危機に直面をしたということでございます。でえー、と首相については社会民主党のショルツさん、それから、えー、ハーベックさんが、あの 緑の党のハーベックさんが副首相兼の経済大臣、それから財務大臣については、第三党だった自民党のリントナーさんが希望通りポストを手にするということになりまして、外務大臣については、緑の党のベアボックさんという女性の方が就任されたと、で国防大臣については、社民党のランブレヒトさんという女性の方がやはり就任をされたということで、 現在のウクライナ危機に対応されているということでございます。それで、えー、とあのもう先生方、これまでのご発表をされた両伊藤先生、それから福田先生からもご案内がございましたように、ドイツの場合もです、ねまあ、ロシアとの関係が深かった分、その政策の見直し、それから、えー、と危機への対応が、まあ、全般にわたっておりまして、えーとまあ、政権もかなり大変な思いをしながら、 対応していいいるととうことでございますでもうすでに先生方からですねご案内がありましたので簡単にここはご説明させていただきますけれどもで完成したばかりのですねガスパイプラインのノードストリーム2の方がですね稼働手続きの停止をするそれから ドイツからの最先端技術の大流出については禁止をする、あるいはこれまで紛争地域については武器輸出ということをしないという原則がありましたけれども、それを見直して、ウクライナに対して武器供与を始めるということで、これまでの政策を全面的に見直す作業に着手をしたわけでございます。それから、先ほど福田先生からもありましたように、スウィフトからロシアの大手の金融機関を排除すると。 いうことで、これについても当初、ドイツの場合は非常に経済関係が深かった分、例えばガスプロムバンクなんかを排除の対象から除外するというふうなことを主張したわけですけれども、これについてもドイツも徐々にですねスタンスを各国と足並みを揃える形でと揃えてきているということでございます。また ドイツの場合、まあ、日本とこれ同じような部分がございますけれども、えー、と連邦軍についてですね、えー、と若干その近代化のための努力が、エリケル政権下では十分に進められなかったという部分もございまして、えー、近代化のための基金、えー、と今年度予算ですけれども、1000億ユーロ、13兆円相当ですけれども、これの基金を創設して、えー、とアップデートをするということにもうすでに着手しておりまして、これに伴って、 と対 GDP 比の軍事費が、まあ、すでに GDP の2%を実質上超えるということで、えー、とアメリカがトランプ政権なんかが特に、えー、と繰り返し主張しておりました GDP の2%を、まあ、あのロシアのです、ね、ウクライナ侵攻のおかげで超、えー、えてしまうということが、まあ、実現するという皮肉な結果になっております。でまたあの、フランスとの間で戦闘機や戦車の共同開発に着手するということを、あの ショルツさんは演説で言っておりまして、これについてもおそらく進んでいくだろうと思われます。またすでに自施分といたしまして、連邦軍をすでにリトアニアに増派をし、上空監視の,、えー、とのためのリボ連邦軍をルーマニアに持って行ったりとかですね。で、対ロシアとの関係で、えー、と東方の最前線に増派をするということを行っております。で、またあの、 両伊藤先生それから福田先生からもご紹介がありましたように経済的な問題に,、まあ、あのにもです、ね、対応が求められておりまして、えー、特にドイツの場合はロシアとの,です、ねまああのまあ、ガス輸入であるとか石炭の輸入であるとかこういった意味で密接な関係を持っていた分です、ねえー、とロ,シロシア依存度を引き下げていくという努力を、まあ、かなり精力的に行って きておりま,すあのまあ先生方もよくご承知のように、えー、とまずハーベック副首相兼経済大臣がカタールと UAE に行ってですね、えー、ガスの輸入あるいはあと水槽開発なんかについての、えー、商談をまとめてきておりますしまたつい最近8月でございますけれどもショルツ首相自身がですねカナ,ダにカナダに訪問ダに訪問 ををししててててガス輸入について、えー、協議をしてきております、まあ,あの閣僚がですね、えー、と手分けして、えーとまあ、こういったあもののですね、対露依存度の引き下げに向けて、まあ、精力的に、えー、外交活動を展開するということがあ行われてきております。で、他方ですね、えー、とそういったことで一定の、まあ、 まあ財政的な負担があ避けられないわけですけれども、えーとまあ、自由民主党のリントナーさんというのは元々です、ね、もともと経済的にはまあ高派と言われておりまして、えーとまあ、このような状況ではあるけれども、えー、リントナー財務大臣としては2023年、まあ、現在はサインブレーキを除外あの、えー、と止めておりますけれども、サインブレーキに復帰すると。 意向を早々と表明しておりまして、えーと、この辺の政策調整がこの3党の間で、えー、と最終的にどのような結果になるのかというのは、まあ、非常に緊張感をはらんだものになるんだろうというふうに考えております。で、えー、とウクライナとの関係でございますけれども、まあ、先生方もよくご承知のように、まあ、ドイツは そういった意味では、欧州諸国の中でもロシアとの関係が、まあ、メルケル政権か、まあ、それ以前のシュレーダーさんが一番あの、まあ、知られているところでございますけれども、えー、その分、えーとウクライナ、ウクライナからあ見ますと、えーとまあ、非常になかなか、えー、不信感があどうしても拭えない部分がございます。でウクライナには武器輸出 国際的を、まあ、あ踏み切ったわけですけれども、えー、実際に、まあ、私などが見ておりましても、実際にドイツがですね、えー、とウクライナに対して各種の武器支援を行うという発表をして、じゃ実際にウクライナが受け取った、あるいは国,国際的なメディアがですね届いたというふうな報道が出てくるまでに、えーと、若干の時差があるということは否定できない面がございまして、えー、と どういったプロセスになっているのかということについては、あの少し不明な部分があるのかなという気がしております。で、こういったこともあってです、ね、もともと、例えばゼレンスキー大統領が連邦議会でオンラインで演説したときにもです、ねえーと、私はあなたたちに、えー、と何度も、えー、とロシアのとの関係がです、ね、わ、え、れ、ー、我々に対する戦費になっていると。 だから控えてほしいってということを何度も申し上げたけれどもしかしながらあなたたちの返事はすべてお金お金お金という返事であったということでかなり厳しく統一、まあ、を批判したわけでございますまあそういった部分もございましてやはりウクライナ側のですね不信感というのがどうも拭えないようで、まあ、皆様もご承知のように、まあ、シュタインマイア大統領、まあ、この方 と社民党の方で、えー、長く外務大臣をされた方ですけれども、えー、っとウクライナの訪問をです、ねえー、っと拒否されるということがこの4月にございました、まあ、そういった意味もあってです、ねまあ、ウクライナとドイツとの関係は、まあ、なんて言いましょうかスムーズにいっていると,いうとは言いにくい部分がございます、まあ、そういったいろんなやり取りがあった中で,です、ね、困難を乗り越えて でショルツさんも、えー、同じその社民党の大統領ということで、えー、とそのことをずいぶんと気に,押す気にされまして、えー、とウクライナへの訪問というのを、えー、様子を見ていたわけですけれども。 野党のです、ね、キリスト教民主同盟のメルツさんという党首がメルツ・ケルさんの後を継いだ方ですけれども、この方が先にウクライナに訪問するような事態もあってですね、えー、ご承知のようにイタリア、それからフランスの,の首脳と一緒にウクライナを訪問するというふうなことがやっと6月になって実現をしたということがございました。で他方 それえー、とフィンランド、スウェーデンの、まあ、これまで中立だった国々の NATO 加盟支援については、えー、とド,イツについドイツはあこれを支援するということで、えー、と両国のです、ね、首脳をドイツに招いて、えー、関係を、えーと、両国の関係を保つようなコミュニケーションをすで、えー、に取っているということでございます。それから、これまでのご発表でもおたくさん出てきておりますけれども、えー、とその ガスそれから石炭、原油、これらの対量依存脱却に向けた対応策の策定というのを、まあ、急いでいるわけですけれども、今出てきているあのいろいろな外交活動のほかにですね、えー、と短期的に脱原発の計画を1、2年延期するという案が、えー、とバイエルン州のです、ねえー、とキリスト教社会同盟の関係者から飛び出したり、あるいは、 えと一度、さたやみになりましたドイツと南欧を結ぶパイプラインを敷設するという計画がここに来てえと浮上しておりましてまあこれはえとアルジェリアから持っ,てきた持ってきているガスをスペインからドイツに持ってくるということでえと大ロ依存を少しでもえと脱却しようという中でという文脈でえと復活してきている話だそうですけれどもこれについて はちょっと私はそれ専門ではありませんので、なかなか、えー、と正確に申し上げられませんが、えー、とそういった技術、この,このパイプラインについては技術的にそれほど簡単なことではないという論説も出ておりまして、えーと、少しこれについては慎重に見ていく必要があるのかなというふうに考えております。それで 今のところ、このすでにもう、えー、とウクライナ危機が始まって半年でございますけれども、世論調査の最新の世論調査の結果をここで、えー、の見たいと思うんですけれども、まあ、このような形になっておりまして、社会民主党ですけれども、19%と今までよりもちょっと低くなっておりまして、若干社民党に対する視線というのが、まあ、厳しい。それに対して、 ええと、緑の党については26%ということで、割とえっと政権と発足、党初よりもいい数字が出ております。で、これはいろんな見方が出ております。けれども、えっと社会民主党についてはですね。やはり先ほどの武器輸出の問題なんかにも。 でも少し出しましたように、党、えー、内の中にですね、やはり進路グループというのがいておりまして、まあ、この方たちが武器輸出等をです、ね、政府で決めたことを実施しようとしても、ですねなかなかそれに対して、えーとまあ、速やかに賛成をしていただけない、党内意見の集約に若干時間がかかる、あるいはいろんな意見があ出てきてしまうというふうなことがもうございまして、どうしてもですね、えーと 党内の意見見がが一致してていいいいいいるととうううふなな形で見られていないという部分がございますでそれに比べますと、緑の党につきましては、まあ、経済大臣、外務大臣という、今のこの、えー、ドイツの、えー、直面している課題にです、ね、直接担当している大臣を出しているのもございまして、まあ、これが比較的うまくいっているというふうな評価に現時点ではなっているというふうなことで、えー、だというふうに理解されております。えー、とそれから 野党になったメルケルさんのところの CDU、CSU についても数字が回復しておりますけれども、これについては、やはりです、ね、その政権担当能力に対する期待の裏返しかなというふうに考えております。それで、えーと、現在のドイツ市民がどう考えているのかということなんですけれども、経済的に今非常に大きな影響を受けているわけですけれども、えー、とエネルギー価格は上昇しても、 やはりです、ね、71%の方たちはウクライナの支援を継続すべきだということで、その点についてはあまり揺らいでいる印象はございません。ただ、ご承知のように極右の AFD と極左の臨機の48%というのが、やはり突出してと低いということについてはと、やっぱり極右と極左が同じような傾向を取るというのは興味深いなというふうに存じます。それからその ウクライナの軍事支援につきましては、今以上に強化すべきであるというのが36%、それからこれまでと同等というのが35%でございまして、やはりこの両者足すと7割以上がですね、えーと、ウクライナの軍事支援を継続すべきだということで、この点についても半年経ってもこの数字ですので、えー、とやっぱりドイツ世論というのは かなりやっぱり、えー、とこの問題について、えー、とロシアに対して厳しい見方があと定着してきているのかなという感じがいたします。それから先ほど来出ております、えー、とインフレの問題でございますけれども、えー、とインフレ対応策について、えー、と国債で手当てすべきだということ、意見が43%、それから増税で対応すべきだというのが36%ということになっております。で えと政府対応の評価なんですけれども、やはり物価上昇に対する政策がです、ね、どうもあんまり良、えー、くないということで、えーと、ちょっと政府対応が不十分だという世論調査の結果が58%でございまして、過半がちょっとあの厳しい結果になっております。まあ、正しいというのは30%なんですけれども、少し厳しい意見が大きいのかなというふうに思います。 それからガスの、えー、天然ガスの大量依存ですけれども、これは昨年の数字で55%でございましたけれども、現在のこの8月のデータでですね、えー、9.5%まで落ちてきまして、えー、とこれはなん、えー、と,と言いましょうか、えー、節約をしてガスの消費が15%下がっていることと、それから、 昨年に比べると気候がマイルドだったというのが影響しているということなんですけれども気候のマイルドさを補正しますとデータ的には9%ぐらいになるということでございましたいずれにせよ、えー、と割と早くに大量依存の脱,あの脱却に向けた動きが進んでいるようでございますで最後にですね今まで申し上げたことのまとめをちょっとあの評価を あのえー、お話をしておきたいと思うんですけれども、まず一番のポイントになっておりました、これが特にアメリカとの関係でも重要だった GDP の2%については、すでに達成しておりますで、それから近代化計画については着手をしているということでございます、それから、えー、っとウクライナの軍事支援のあり方については、世論は支持してるんですけれども、先ほども申し上げましたように、国際的にはやはり遅いと、ドイツの動きが。 ということで、これは戦況にも影響を与えるので、この点については、今後もあの批判としてくすぶり続ける可能性があるというふうなことでございます。それからインフレ率は8月の暫定値で7.9%でございまして、この点については政府の対策が不十分だということで、世論の指示は厳しい、あの、批判は厳しいということでございます。それからガスの貯蔵率、貯蔵率につきましては、政府目標で10月までに85% という目標を掲げてたんですけれども、えっと、2、3日前の数字、28日の数字ですでに82.2%を確保したということでございまして、えっと、達成に目処がついたということのようでございます。それ から先ほども少し申し上げましたが、国内のガス表紙につきましては、ロシア産の割合が9.5%まで低下させることがに成功したということで、えーとえー、昨年度の、えー、と前年同期期、まあ、上半期ということですけれども、15%を減っていると。 ということで現在、ショルツ政権は、まあ、ロシアに限らず中国からのです、ね、経済依存の脱出、脱却ということを掲げておりますけれども、えっと、つい先日発表されました2021年の,あの貿易統計、これ連邦統計局の貿易統計の暫定値が発表されましたけれども、やはり最大あの貿易相手国は6年連続で中国ということでございまして、なかなか実現に向けて、例えば中国マーケットからの,あの 中国依存を低下させていくといってもですね、なかなか実現までにはまだ時間がかかりますし、それからとまだ国内にもいろんな意見があるというのは、まあ、先生方もすでにご指摘のとおりでございます。で、他方でですね、えっ、ー、と、これは福田先生からもお話がありましたけれども、ドイツの場合、インド太平洋指針というのを、えー、と2020年に 採択をししてておりましてこれに沿って現在もドイツの連邦軍がオーストラリアにユーロファイターを派遣し、まあ、これいずれ日本にやってきますけれども、まあ、こういったインド太平洋での存在感を示すということをし続けております。 でこれはやはりですね、ドイツといいますと、中国との関係が非常に緊密であるというイメージが、やはりインド太平洋地域においても定着しましたし、でこれをなんとかです、ね、政治的な価値観を、えー、と共にする、えー、と民主主義国であるということで、そのイメージを少しでも変えたいという努力を、まあ、この昨年来ですね、しているということでございまして、ウクライナに対応しつつです、ね、やはりです、ね、経済的にも今後、非常に重要になってくるインド太平洋指針を、まあ 着実にですね、あの、えー、とそれに従って動いていくということがまあ現在行われているというところでございます。私の方はあの、えー、とこれぐらいでございます。ご清聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。あのいろんな分野あのしっかりとあのカバーしながら的確にまた まあ中村先生のいつものね、特徴ですけども、世論調査をきっちり <laughs> 出してくれるので、あの動向がよく分かりました。あの、明快なあのご報告ありがとうございました。どうもありがとうございます。それから、それじゃあ次に田中先生、そこ先生お願いいたしましょうか。よろしくお願いします。えっと、僕はあの、一つのテーマをまとめてというよりも、なんというのか、ちょっと関心を自分が持った問題を。 いくつか出したということで、あまりまとまりはないんですけど、あの一応短期と中長期というより分けてあの話をしたいと思います。えっと、えっと、まあ、戦争そのものはもうあまりあの僕らも専門家ではないので言ってもしょうがないわけですけど、まあ一応第三局面ですね。 えー、ま,まずあのキーウ、ハリコフに入って失敗して、東部に行って、まあ、東部の制圧はほとんどすんだ。でもう第一局面ですでにもう南部ヘルソンとかのザポリージャーとかにももう軍隊が入ってましたので、現地の,あの新ロシア派の住民と一緒になって、まあ、あのいわゆる格好付きですけど、地方政府を作って。 学校教育もロシア語であるし、あの通信ももう、あのスマホの通信はロシア語じゃないと通じないとか、あるいはあのパスポートの発行ですね。あのそういう形でもうロシア化、ロシア領土化をどんどん図っていってると、ただしそのヘルソンより南には進んでいません。で、今ヘルソンを巡って、あるいはザ,ザプリージャの原発もあるんですけど、 あの巡って、まあ、ちょっと状況膠着状態で、えー、奪還と言ってますけど、奪還はそう簡単ではないので、えー、まあ相当長期化するんじゃないかなというあの状況だと思います。それで、えっと今、中村先生がおっしゃいましたけど、ロシアが天然ガスを武器に使ってきたわけで、まああの ダメージは大きいです、ね、まあドイツはうまくいってるといっていいのかどうかちょっと分かんないじゃないですかねあの,ーまあ、この今年の冬をあのガスを止めないでやれればいいんですけど配給制を引かなきゃいけないんじゃないかとかというようなあの声もありますし第一ロシアボケというんですかねあのー、液化天然ガスの ステーションが一つもないと、ない、まあ、あの、メルケル政権が、あのさっきのゼレンスキーが批判したように、あの金、金、金であの、ロシアボケしてましたから、今からしばらくは大変な状況は、これはもうやむを得ないですね、自業自得だと思います。から、イタリアが心配なんですよね、ちょっと伊藤先生にお聞きしたいのは、 イタリア大丈夫っていう、その、同米サルビーニなんかは新プーチンですし、その,あの、イタリアの同胞はどうなんですかね、プーチンとの関係は。そこのあたりもちょっと、もし分かればあの、教えていただければと思います。それで ECB が7月21日でしたっけ、あの利上げをしまして、まあ、11年ぶりですね。 一気に0.5%引き上げて、まあ、マイナス金利もなくなったんですけどそのイタリアはやっぱり不安であるとで投資家というか投機家はイタリアを狙ってるんですよねそれであの、まあ、イタリアの長期金利が一時返りしましたけど、まあ、一応 ECB があの防御したから、まあ、TPI というような新しいあの装置手段を発揮 と言っってるるんんでですすけどこれもちょっといろいろ問題があるんですねそれからインフレ率でいうとあのバルト三国三国全部じゃないんですけど20%エス,エストニアとか20%を超えておりますそれであのこれはちょっとあのロシアの天然ガス石油の依存度でこれ去年なんですけどあのその北欧と中央で非常に高いんですね これが上が天然ガスで、この青いのがあの石油なんですけど、ロシアに対する依存度で、もうあのバルト三国なんかは100%ですから、多分これ止められて、あのスポットでガスを買ってると思うんですね。スポットの価格は、先ほど伊藤さんでしたかおっしゃったように、もう去年の5倍、6倍というような形になってますので、一気にインフレ率が上がっていくという形になってるんじゃないかなというふうに予想されます。 あとドイツはこれですね。これについてはもう先ほど中村さんが非常に詳しく説明されましたけど、まだ若干のやっぱり僕はまだ不安が残ってるし、イタリアも高いんですよね。3分の1がロシアから来ていて、あの、新ロシア派の右派が政権を取った場合に、ウクライナ支援はもともとあまりイタリアはちゃんとやってないんだけど、 そのどうなるのかなという足並みがどうなるのかなというあたりもちょっと心配で、あのイタリアはこの冬はどうもイタリアは一つの EU の焦点になるんじゃないかなというふうに思っております。まあ、これ、一つずつ国をチェックしていくといろんな問題が出てくるかとは思うんですけれども、これがあの金利ですね。これはもう福田先生もおっしゃいましたし、皆さんも伊藤さんもおっしゃいましたので、 特にあの申し上げることもないんですけど、このトランスミッションプロテクションインストゥルメントというのは、あのそのユーロ危機の時にイタリアとかスペインの国債が投げ売りされましたけど、それに対して手段がなかったんで、あの大変なことになったんですけど、一応、OMT という手段は一つあるんですけど、もう一つ TPI というのを設定したと。 これは、危機国の国債はもう無制限に買うというふうに言ってるんですけど、でも買うためには、きちんとあの財政規律が守られてるか、えー、経常収支赤字とかの不均衡が波外れて悪いっていうようなことがないかとか、非常に厳しい条件がついてますので、イタリアにはそのまま適用できないんじゃないかと思うんですね。ちゃんとしないともう助けませんと言ってますので。 あのイタリアのその、もしその、右派政権が政権を取った場合に、これ、ECB とも問題ですよね。EU、欧州委員会とももちろん問題なんですけど、ECB との問題もあの出てくる可能性があって、イタリアはこの心配の種の一つかなというふうに思います。スペインよりもイタリアの方がきついですね。あの財政赤字なんか見ますとですね。 あのギリシャとかは一時200%財政赤字を超えたんですけど、異常なスピードで下がってきているんですね、ところがあのイタリアとかはあまり下がり方も鈍いし、あのちょっとこのいろんな心配要因をイタリアが抱えているというふうに思います。えっ、ー、とそい、以上、以上なんで,すで、中長期的にはさっき言ったロシアの,あの問題。 ドイツのロシア依存のイタリアも同じなんですけどドイツの場合はロシアポケットと言われているようにつまり LNG のステーションが一つも準備されてないとかですねあのヘリコプターの軍のヘリコプターが59機かな57機かなあるんだけどちゃんと飛べるのは9機しかないとかですねこうあの連邦軍の状況なんか見てるともう驚くべき実態ですね。 あきれるほかはない,ないです、大国があんなのことでいいのかという、だからそのメルケル政権というのがいかにこの長期というか、その危機を見てなかったかというんですかね、あの本当にあのロシアボケしててあのだ、だからメルケルさんは今はもうみんな、苦々しく思ってるんじゃないですかね、あの考えるたびにメルケルが何もしてないという状況ではないかなというふうに私は思います。 それからですね、えっと、今、あの最後に中村さんもおっしゃいましたけど、中国への依存度が高い、まあ、最大の貿易相手国を6年間続けてきてるんですけどその、ロシアとの天然ガス依存で大変なことになったわけで、じゃあ、中国はどうなのという問題ですね、あのデカップリング、中国とのデカップリングを考えなければいけないんじゃないかと。と いう議論が出てきてますので、ちょっとそのをご紹介をしようかなと思います。あと最後、ちょっと EU 統合としては、この安全保障共同で、これはあの渡辺先生のデジ順メにもあったかと思うんですけど、ちょっとその話をしたいと思います。えっと、これはですね、あのドイツの e ーっていって、ケルンの経済研究所がのレポートなんですけど、えっと、これ、あの、 EU の中国に対する輸一時ちょっとあのリーマンショックの後とちょっと落ちるんですけど、今22%までいってるんですね。ところがあの中国の EU 依存度はです、ね、横ばいであの、明らかにこうあの開いち、EU の中国依存度は高まっているのに、中国の EU 依存度はほとんど高まってないんですね。 ドイツについても同じことが言えて、こういうのを見ながらですねあの、非常にリスクがあるというふうに議論を、まあ、e イの,あの研究者ですけど、こうやっております。えっと、これはあの、えっと、今、その OECD のいわゆる TIVA ですね、えっと、付加価値であの貿易を見ていくというやり方が、あの貿易額だけではこう、 はっきりしないので、バ、えっと、リュアディドで見ていくという統計が、まあ、2018年までしかまだ出てないんですけど、これを使ったやつで、あのえっと、前ですね、2006年ですけど、あの中国からあのアメリカに iPhone を輸出するときに200ドルだったんですね。でところがその中国の 労働者の付加価値は6ドルしかないということで、あの貿易額学でいくと、例えば1万台輸出するとあの 200, 万ドルあ200万ドルになるんですけど、実際に付加価値だと6万ドルにしかならないというね、そういうあの、えっと、実態があるので、その労働の付加価値のところで見たあの貿易。 の統計というのが出てきてるんですけど、まあ、それを見てもですね、あのえっと、中国の EU に対する依存度はこう下がってきてるのに、EU の中国に対する依存度はこう上がってきてる。でかドイツの中国に対する依存度も上がってるけど、中国のドイツに対する依存度は下がってきてる。こういうふうにあの、えっと、 非常に危険な、今のトレンドがどんどん続いていくと非常に危険になってしまう。もう今でも危険なんだけど、ということで、これを、あの、あ、これ輸出でもですね、これ、あの、そういうふうな、あの、同じような輸出でも中国への依存度が高まって、あの中国の依存度はあの下がってきてます。だからそこ、非常に危ない状況ですよ。 いうふうに言っております。これはあのイーベーケルンの経済研究所のレポートです。それからあの同じようなあの同じっていうかなあの中国とデカップリングをしたときにどの程度のダメージがドイツ経済あるいは EU 経済にあるのかということをあのシミュレーションしてるんですよね。 で、えっとあ、このエントコペルングっていうのがあのデカップリングになるんですけど、EU があの中国からデカップリングしたときの,の BIP は GDP です。実質 GDP の変化っていうのはどうなるんでしょうかということであの、これは一方的にあのデカップリング、EU がデカップリングしたときに、 ドイツの GDP はこれだけ下がります。中国もデカップリング、つまりトレードウォアになって両方とも離れた場合ですね、もっとこのダメージが大きいですよというふうなことがシミュレーションで出てて、ただこれはです、ね、EU とアメリカが FTA を結べばかなり緩和できると。それであの アメリカ側にはちょっと FTA の準備は全然ないんですけど、EU 側から、ドイツ側からですね、やっぱりアメリカとの FTA というのをもう一回考え直さなきゃいけないというふうなあの話にこうなってきてるんですね。まあ、今すぐっていうわけにはいかないんですけど、あの、ということなんですね。そしてもう一つは、あの、ASEAN ・インドですね。ASEAN ・インドに対して、EU 及びドイツが、 FTA を結んでいく。つまり、あの、日本でも昔、あの、尖閣を国有化したときに、中国でいろ,いろ日本企業が襲撃されたりして、あの、チャイナプラスワンという話になりましたけど、今、ドイツでは、あの、チャイナプラス X って言ってます。あの、チャイナプラスワンじゃなくてですね、でもツーでもスリーでもという、そういうチャイナプラス X という話が出てきております。 えっと、これは、あの、中国とのデカップリングしたときに、あの、これは西側全体ですね。あの、今ですね、えっと、西側という概念をすごく強く言っていて、で、あの、アメリカ、今まではアメリカ、e、EU しか、彼らはもう日本のことなんか問題にもしてなかったんですけど、あの、アメリカ、e、EU、日本、オーストラリア、インドは入れてないですね。 であのカナダですね。こうそういうその西側諸国が中国とデカップリングしたらどうなるかという話もしてまして、まあ、これは、そのこれもシミュレーション、E4 インテリュートのシミュレーションです。まあ、これちょっとここ細かく言ってもしょうがないので、まあ、こういうあの話が出てきてますよと。それで、あのじゃあ財界はどうなのということになりますよね。だってアメリカだって、あの えっと、トランプ政権以来、あれだけ厳しい技術輸出禁止とかっていうのをやって、政治的にも緊張が高まってるけど、去年も今年も米中貿易ってすごく伸びてるんですよね。それであの、えっと、少なくとも去年は非常に伸びてまして、確かに過去最高じゃなかったかな、輸入額はアメリカの。で、だから産業と政治のデカップリングっていうんですかね。 その産業は相変わらず中国依存をもう強めているのに、政治とか、その世論はですね、デカップリングというのを考えなければいけないんじゃないかという、そういうこう、なんていう二重のデカップリングというんですかね。そういう状況が見えます。日本も一緒ですよね。日本も台湾侵攻を一体どうするって、あの、5年後には、 GDP n p の g の2%まで軍事費を上げるって言ってるんだけど、日本の産業界なんて、そんな、全然そういう気配もないですよね。じゃないですかね。気配出てきてますかね。その辺はちょっと伊藤さんが一番詳しいかもしれないんだけど、あの僕自身はあまり日本の財界が本当に本気で大変だというふうに思ってるようには見えないんですね。そのあたり、ちょっとでも、こういう話がドイツで出てきてて、 あのいるっていうのはやはり新しい現象なのであの、やっぱり注目して推移を見ていく必要があるんじゃないかというふうに思います。それから EU 統合という点でいうと、まあ、EU 統合は要するに 20, 20世紀に単一市場、単一通貨を実現したわけですね。つまり昔の言葉になるけど、経済通貨同盟は一応完成したわけですね。 経済通貨同盟が完成すれば、次はいろんなことが、いろんな方向にこう出ていけるわけですよね。あのもちろん、その一応の完成であって、ユーロ危機も起きましたし、さっき言ったようにイタリアの問題がまた出てきてるということもあるんですけど、一応 EU としては、もう経済的ないわゆる連邦型の経済統合というのを進めていって、で、い,いろんなことができると。で安全保障 もう、もう EU としては考えなければいけないよっていうのは、あの、ペスコですね、これ、確か渡辺先生と、なんかどっかで議論したなっていう、あの、記憶があるんですけど、これももう、でももう5年前の話ですよね、あの2017年というと。で、今年、去年ぐらいから、あの、あ先ほどこれも欧州平和ファシリティは福先生がおっしゃいましたかね、あの、 一応50億ユーロを設定してウクライナへの武器援助も、まあ、これを使いながらやっているというところがあります。それから去年の9月にはあのインド太平洋戦略がありました。これも福田先生が詳しくおっしゃいましたけど、ちょっと福田先生がおっしゃらなかったのは、インド太平洋戦略の中には、はっきりあの台湾との関係強化、これははっきり言ってるんですね。伊藤さんはあのイギリスは台湾との関係というのが出てこないとおっしゃったので。 いやそういう意味ではイギリスよりも EU の方が進んでいるかもしれないと、きっちり具体的にあの半導体同盟みたいな話を、これは日本も加えてですけど、そういう話をしてましたので、あのまあ、イギリスという国は実利の国ですので、どこまで信用していいのかっていうのは分からないですよね。ところがが、まあ、EU の方が 立儀といえば立儀かもしれないというふうな気はします。それから今年の3月21日には戦略コンパスですね。これもあの福田先生がおっしゃいましたけど、あ、え、いや、これはひょっとしたら渡辺先生のレジュメだったかもしれない。一応 EU に集団防衛義務を導入して5000人を上限とする EU 緊急展開部隊を設置するとか。で、陸上会場での演習を行う。これはあの、 具体的にこの問題が浮かび上がってきたのは去年の8月にアメリカ軍がヨーロッパ軍をほったらかしてアメリカにどんどん引き上げていって EU 軍は非常に危ない状況だったんですよね。それを助けるような準備も EU にないということで何とかしなきゃいけないということでこの5000人上限の EU 緊急展開部隊というのが。あの まあ、マクロン大統領なんかが言ってあの、急遽登ってきたんですけど、一応これがもう具体化。まあ,あの、ウクライナ戦争に後押しされて、えー、この問題、えー、非常に進みましたですね。それから6月にはデンマークが CSDP、共通外交防衛政策に復帰する。これもかなり画期的だったんじゃないかなと思います。もちろん NATO には、あの 国防の2つの国があの加盟申請をしましたけど、このデンマークの動きも EU としては重要ではないかと思います。それからウクライナを EU の加盟交渉国として6月に承認しました。まあこれは結構これが大事であの、31日の新聞によると、 あのチェッコ、プラハで EU 国防省会合が行われて、ウクライナ軍の軍事訓練を EU でやろうと、検討ですので、まだこれ、具体化してないんですけど、イギリスは今、あの3週間ですかね、ウクライナ軍を3週間ぐるぐる回しながらこう、えーっと、3か月で1万人でしたっけね。 なんかそういうあの軍隊の訓練、軍事訓練をイギリスがやってますけど、あの EU もそういう話を、まあイギリスに負けられないということですかね。こういうふうな話になってきてますので、まあこのあたりはやっぱり EU の統合の新しい局面として、あの、重視していく必要があるかなというふうに思いました。あ、私の報告は以上です。 ありがとうございました、まあ。田中先生も世界の話をされました。<laughs> EU が、まあ、まさに世界に広がっているというのはそういうことだと思いますあの。どうもありがとうございました。いろんなあの話題提供をしていただいたので、議論のあれになると思います。<laughs> それではあの最後に私になっておりまして、まあ、最後は必ずあの時間が足りなくなるのであの、あれなんですけれども、フランスと私の <laughs> 今日う、どっちであのレジュメをあの中心に話すべきかよく分からなかったものですから、フランスとウクライナ戦争をめぐるヨーロッパの話でレジュメを作っておきましたので、そのお話をさせていただこうと思うんですが、共有が消えちゃった、はい、<laughs> まずフランスの方からもうあの、ご覧になれますでしょうか。 大丈夫ですね。ちょっと拡大しますね。<laughs> えーあのー、先ほど、ドイツ、イギリス、ドイツ、イタリアのお話ありましたので、重複する部分多いと思いますので、簡単にいきたいと思います。あのー、フランスの特徴ということでいきたいと思います。ちょっと外交を書くのを忘れたので、後で口頭で補っておきます。あ外交というか、ウクライナ問題ですね。えっと 大統領選挙4月24日に行われまして、マクロンが勝ちました。中道派ですね。ご案内のように、マリーヌ・ルペン国民,国民連合が41%です。お父さんが2002年に残ったとき、それが前回も30何しか取れなかったものですから、あのこの5年間で、えー、78%はマリーヌ・ルペンが伸ばしたということになります。えー、それでマクロンはあのボルヌというあの女性の方を首相に。 任命しましままた今でもボルがなっております、えー、ところがあの国民議会ですねフランスであのこの大統領選挙と国民議会同じ時期にやるようにしたんですけども以前は大統領の任期が7年で国民議会衆議院が5年だったもんですから必ず大統領の,あの <laughs> 任命期間中にに 総選挙が行われるもんですから人気のない大統領の時はねじれ現象が起きてしまうんですね国民議会の多数派が野党になっちゃう大統領にとっては野党になっちゃうということをのでそういうことをなくさないようにというのが今から20年前の憲法改正で21年前の憲法改正で2002年からの白らくの時の大統領選挙から行われるようになりました。でそういう意味では国民議会あの大統領選挙の後の勢いを得て 衆議院議院員国民議会の選挙では、大統領の与党が勝って当たり前なんですけれども、あの今回、マクロンの大統領、過半数は取りましたけれども、なかなか難しい議席配分になりました。あ、書いてないか、書いてましたよね。こういう形ですね。<laughs> で、マクロンの共和国全身を中心とする、それから中道派のモデムって民主運動なんですけれども、 単独過半数が取れなかったわけですね。246、過半数289ですから、単独では取れなかった。で、これが大きな問題となりました。まあ、いろんな予想があったんですけど、300ぐらいは取るだろうとか、最初、大統領選挙直後は350ぐらい取るだろうとかってことだったんですけど、こういうふうになりました。それに対して、あの第2党というか、連合せ連合、諸党、連合勢力ですか。 があの極左のメランンション、まあ、彼はあの元あの極左の人間でありましてあの、今回のウクライナ問題でもロシアシリーズを出しております。でメランション、複数のフランスというのが社会党左派なんかと組んで、それから環境派がこれに入っちゃったんですね。環境派が入っちゃったもんですから140。でもっと取るつもりであの、えー、選挙後は自分が首相になると豪語してたんですけど、こんな140です。 単独政党で野党第一党になっているのが国民連合、えー。80議席を取っております。これはのこの段、前の段階で6議席だったものですから、大変な飛躍になっています。で、今からあ、えー、1986年の選挙にあの、その時だけミッテランが比例代表制をした時があります。 その時に比例代表制だったので、まあ、それを見てらは野党に、あの白くに負けそうだったんで、比例代表制にしたんですけれども、えー、その時には36議席持っていたことがあります、一時的に。まあ、この法律、また比例代表制変わりましたので、その後、一桁台の政権になっていた、あの政党になっていたわけです。今回、90議席です。えー、だから、後で申し上げますように、財政委員会の職員、あ、違った。 と議長、副議長のポストを持っています。まあ、後でこれ申し上げますこういう形で中道のマクロ、左右の対立ではなくて中、中道のマクロに対して極左と極右という、こういう三つどもえの,あの政治の構想ができています。で当然24で、246で単独過半数は、ルネッサンスは取れないものですから、どういうふうにするんだろうということが問題にされています。 今でもそ問題を解決しています <laughs> 国民の80%は大統領を弱体化した。これあの、この選挙の直後ですけれども。それから、<laughs> そういう意味では、えー、6月30日の,あの議会のうう委員会であ、財政委員ですね、財政委員,長の委員会の委員長の選出で、極左のエリック・コクレルという人が、 財政委委員員会の長でしこれはの野党から選ばれることになっているものですから、そして、えー、この時に国民連合との争いになったんですけども、共和党がキャスティングボートを握って、共和党というのはかつての志らの勢力なんですけど今もう今回ものすごく後退してしまいまして、あのもうどこかとくっつくしかない、どころかあの社会党、共和党は今後の 存在も危ぶまれるところまで来,ました来ています。社会党はあの政党助成金が得られる5%を取れなかったんですね。ついこれま,でまだオランドが大統領をしていた政党なんですけど。えー、それから、えー、会員には議長には与党のルネサンス、そしてその副議長が6人いるんですけど、そのうち国民共和連国民連合が局が2人入っているんですね。だからこあの今までは、あの この間もテレビを見ておりましたら、あの1ヶ月ぐらい前に見てましたら、マリーン・ヌ・ペンが堂々と演説をして、でみんなそっぽを向いてるから欠席してるはずなんですけども、90人いるものですから拍手が出るんですね、やっぱりね。<laughs> そうすると、なんとなく存在感が示されるようになっている、これは事実であります。それでマクロはどういうふうには方針を出したかっていうと、あのケースバイケースでいこうという話をしておりました。つまり案件ごとに多数派を形成するというやり方をとると。 いうことを言っておりますそれでこれ皆さん今日いろいろ出ましたけれどもやっぱりフランスでも選挙公約選挙戦での大統領選挙での問題でも第一の関心であったんですけど購買力の問題それから、えー、早速冬が来ますのであのエネルギーですね、まあ、エネルギーに関して言えば日本あのフランスではあの黄色いベストの運動の時からあったんですけれどもあの ガスの備蓄率っていうのは大体40%何パーセント、50%パーセントぐらいのようですけれども、これを早速、もう秋口に100パー100%にするぞという話をしております。で、えー、その案件の購買力法案、どうするのかっていうのが、まあ、選挙の第一の,もあの争点だったものですから、難しいだろうと思ってましたけど、7月22日に会員を通過しました。まあ、かなりあのマクロン手当とか、 いう形であの、次元措置を高齢化するとかですね、あのまあ、簡単に言えばあの、国民の所得を上げる、購買力を上げる、それから年金生活者の手当を上げる、それから、えー、自動車燃料をね、これこれどういうことなのかよく分からないんだけど、ほ他の食用油のローカーで転用するとかですね、そんなことまでやっています。それから火力発電所の運転展開、あ再開と、それからこれは ここにはいあの購買力法案には関係ないものですが書いてませんけども今日いう話題に出ておりますエネルギー問題で原発の増設というのを決めております、ねえー、まあそんなようなことは書いてございましてあの決まっております、まあ、要するに国民の購買力を上げるそれからいろんなものに税金を控除するとかというようなことがポイントですそういう意味ではあの購買力ではありますけれどもポ,ポイントは フランスの,場合の,のマクロンがあの大統領になった時の影の,あの勝因というのは、この影っていうとあれですけれども、表立ってはルペンの戦いになっています、ね、実はうう失業率があの下げてるんですね、彼公約。公約に近い、あの2017年に大統領になった時に17パあの失業率7%って言ってたんですけれども、7トまで下げたんですね。 今後5%まで下げる。5%になりますと、ほぼ普通、完全雇用ということになりますので、完全雇用を目指すというふうに言っています。で、まあ、最近のあれで言えば、まだ少しそういう失業率については、こう、いい状態が続いています。で、成長率に関して言えば、えー、当初、えー、2.7だったかな、3%近くの言ってたんですけど、下方修正、最近しまして、 今、ぐらいいいとと言ってる,んない言ってると思います、まあ、あの経済活動については、あのまあ、こういう情勢ですが顕堅調といってもあれ、まあ、限界があるんですけれども、まあ、一応、そんなにあの大きく危機感はない、もうあの購買力と、それからもう一番大きいのはやっぱりエネルギーの問題であるという状況ではないでしょうか。 まあこれあの大統領選挙の時に出ていた世論,あの世論調査機関での,あの調査ですけれども、彼が最初、2017年300の公約を挙げたんですけど、そのうち、主だったものを100取り出してみると、6割以上、7割近く、7割、6割から7割、彼、手をつけてるんですね。で、えー、やってないものは2割ぐらい。 でまあ、もちろん手をつけても完全にできているものは3割か4割なんですけども、まあ、そういうふうに公約を比較的実行しているということが彼の勝因であったことは確かだと思います、まあ。そういう意味では観光を中心にいろいろなサービス分の回復が今後のキーになるという,ふうなことが言われています、えー。最後にフランスに関して言えば外交ですけれども、えーえーえーまあ、昨日もちょっとこちらでテレビを見ておりましたらですね ロシアが、まあ、あの消耗戦に入っている中で、戦車を1300台失っているとか、ロシアの兵士が8万人死亡だとか、ミサイル8000機がなくあの損失しているとか、いろんなロシアの被害でこれ、カバーできるのかというふうなことを言われています。まあ、あの中国が何からも支援もあるだろうとか、ないだろうとかっていう話もまた出てましたけれども、ちょっとロシアが苦戦しているということについては、えー、言われております。 でロシアこれは読んではいませんけども、昨日ニュースでやってたんですけど、ロシアの亡命兵士が本を出したというふうなものも出ています。えー、しかしですね、一方であの、エネルギー政策に関して言えば、プーチンの勝利ではないのかという言い方もしております。今日お話に出たように、ヨーロッパ全体がエネルギー危機に陥っているということで、彼のエネルギー政策は成功したんではないかというような。 まあ、フランス人ですからね、極端なこと言って喜んでるってところもあり,ありますけれども、そういう話をしておりました。それから、えー、先ほど中村先生のお話に、ドイツとスペインってありましたけれども、フランスとスペインがパイプライン条約を結ぼうとしている。それから、えー、ドイツとフランスがあのガスの供給をめぐってシェアしようと。 いうふうな動きも出ているというのも、あのこの1か月ぐらい前のニュースで少し出ております。皆様、ご案内か,かと思いますけれども、えー。それが、あの、フランスからのご報告でございます。それでね、あの、ちょっと、あと1分だけいただいて、あの、申し訳ございませんけれども、どこ、どこやるんだえー、っと、あの、 ヨーロッパ全体のことについて、ちょっと私、あの細かいことはもうあの、ある雑誌に40、50ページ書いていいって言われたんで、長々と書いたので、また後でご紹介いたしますけれども、えー、これでいいのかな。あの、枠組みのようなことをちょっと。 あの一言だけ申し上げさせていただければと思います。これは私の考えですけれども、えー、どうすればいいのかな。共有になりましたでしょうか。あのウクライナをめぐる欧州安全保障体制という、あの一つあの、2、3点簡単に申し上げたいと思います。あのいろんな議論が出て混,雑混乱しているので、あの私、 国別の関係、地域の関係で言えば2点言えるんじゃないかと思いますあの。政治的価値観、思想的価値観をめぐる米欧の共有対中露と、まあ、あの簡単に言えばリベラルデモクラシー対独裁体制というのと、世界秩序感をめぐっては、アメリカ、かつて一極主義と言われましたけど、一元的なリベラルデモクラシーの不変化ということに対して、えー、ヨーロッパは中露と同じように多極世界、まあ、もちろん、 中身は相入れないわけですけれども、多極世界ということを言っているので、その辺が国際秩序感と思想価値観とのねじれ現象が米欧中の間にあるんではないかというのが私の意見でございます。で、これはまあそれぞれあの、目次だけ並びましたので、後でご覧に入っていただければいいとかと思いますけれども、私は一つ考えているのは、やっぱり冷戦が終わった後、 ヨーロッパは NATO の拡大を考えていたわけではないわけですね。OSC、CSC、OSC などを中心とした戦争のない状態、いや戦争がなりそうに起こりそうになったらそうならない状態、すなわち欧州安全保障体制というのを中心にヨーロッパの防衛安全を考えていたんですけれども、それが1997年、まあ、94年にポーランドの加盟,があります加盟決定がありますけれども、 90年代の半ばぐらいから NATO を拡大に修練していった。つまり、アメリカを含めたあのああの集団的な、アメリカを含む集団防衛の話に転化していったことが大きなあのポイントではないかと思います。細かいことはもう省略しますがそれだけ申し上げたいであの。日本でほとんど注目されていませんけど、CFE の話というのは、これ、ドイツの SWP がもう早いうちからあのこの勢力圏の問題として CFE を。 CFE の問題を指摘ししておりましたそれが今日田中先生それから福田先生あの議論ございましたけれども私も戦略的自立の方から考えていきたいと思います自立についてはあの、えー、自ら律するというよりも先ほど田中先生おっしゃったように中国への依存アメリカへの依存を からあの立ち直るんだというふうなことからすると、まあ、私は立つ方の自立は、方が正しいんではないかと思っています。まあ、これは議論はあるかと思いますけれども、まあ、そういう意味では EU いろいろ言ってたけど、いよいよグローバル戦略で2016年のグローバル戦略で自立ということまで言い出したということは、欧州統合は終焉州崩壊どころか、前に進んでるんだという、私は楽観心でございます。えー 最後にあのこれも田中先生おっしゃったね、繰り返しませんけれども、あの今回の,あのあれ緊急展開部隊、う云々というんってことは、これはやっぱり1998年の3 0モロの時の緊急展開部隊、具体的な話がやっぱり直接のきっかけだろうと思います。そそれからヘッドラインゴール、う、まあ、ういう意味では私あの 20年以上かかってるけど、市販性かかってるけど、いずれ成功していない、実現しない、EU の繰り返しの欧州緊急展開部隊構想で、まあ、トランプが苛立って何もしないんじゃないかと怒るのも、実は私も半分理解できるところでございます。大、え、体、ー、いいそんなところですけれども、えー、あ最後にあの皆さんも出られたところで、一つ私の意見を言わせていただければ、あのイギリスやヨーロッパが、あのー アジア,アジア、インド太平洋にコミットしているのは、私は去年からずっと言ってるんですけどもあの、ステークホルダー的なあの関わりだということであの、世論が新聞なんかでは急にあのインド太平洋にヨーロッパは関心を持ったとっいうよりも、それはあまり過剰に期待するとすぐ引いちゃうと思いますね、ヨーロッパは。だからステークホルダーだということは、この間あの、ユーラシア研究会の方で書,書かせていただいた論文にはそう書いてきましたし、ちょっといくつかの論文には去年から書いておりますので、まあ、ちょっとその辺、 ご議論あればあのさせていただきたいなと思っております。あの以上でございます、えー。失礼いたしました。私のご議論終わります。それではあの皆さんの方からいろんな議論はいや意見まあトランダムで結構だと思いますので、私の方からあの指名はさしませんけれども、どうぞご自由にお話しいただければと思います。いかがでしょうか。 小さいことなんですけど、メランションがどうしてあのウクライナに侵略したプーチンを支持できるんですかどういう論理ですか彼はですね、うん、すみません、あのここ、あのプーラーがないんで、あの冷風機が回ってて、風が来るんです、ね、<laughs> すみません、それ、時々せっこんじゃって申し訳ございません。 いまだにインターナショナルを集会で歌ってる人たちで、まあ、ソ連なんですね。ソ連派なんですね。うん、そ,それであのロシア、それから、あのまあのえっと、何に書いてあるのかな、<laughs> 外交に書いたものでしたっけね、外交とジャネットに書いたものにちょっと詳しく書いてるんですけども、あのえー、あの <laughs> ルペンはですね、お父さんの代から、 つながってるんですね。ルペンもわかってるんですけども、ね。ええ、ルペンはいいんですね。メランションですね。うん、メランションも、ね、ンョンでもメランションも支持してるのは若い労働者とかでしょ。うん、彼らはそのえっとプーチン支持しているメランションに対してクレームとか何ないない。それはね、はい、中では問題はあるんです。うん、あのメランションのあの発言に対してはあの140人の議員の中で反発はあるんです。 だから必ずしも極左がみんな一枚岩でいってるわけではないんですけどもメランションは行ってるんですけど、うん、はいすいません私の話になっちゃいましたけど では、私からドイツの中村先生によろしいでしょうかお尋ねしたい点がありましてというか田中先生のお話の中でも結構ロシア語系ですかそれからメルケル政権の政策に対する批判というか。 発言ががあったのかと思うんですが私自身もあの結構今の苦境はやっぱりメルケル長期政権が招いた部分というのは非常に大きいなというふうに思っているんですけれどドイツの世論というのは必ずしもそのメルケル今もなん,かなんとなくメルケルさんは人気があるような印象を持っているんですけれど。 この責任論みたいなお話というのはあのなされているのかどうかというところについてあの教えていただければと思いますあ伊藤先生ありがとうございますあの責任論というのはあの、まあ、実際のところ出ておりますあのですので、えー、っとメルケルさんが久しぶりにプレスの前に登場した、えー、っときに彼女に対して浴びせられた質問の中の一つに あなたの外交についてあの反省すべき点はあるのかないのかどう考えているのかという質問が出たのに対して彼女が、えー、っと私は後悔はしていないということを言っているんですね。あとで謝るようなことはしないということをおっしゃって。 いてまあ、そのことを聞くというそういう質問がやっぱりプレス側から出ること自体ですねやはり世論の中にあのこのような事態を招いたことについてメルケル政権下の外交政策に一因があったという見方が出てるのは、まあ、間違いないだろうと思うんですねただむしろですねより大きな関心というのはその前のシュレーダー氏の方に焦点が立っておりまして まあ、あの、先生方もご承知のように、あの、今も、あの、プーチンさんのですね、手先となって、いろいろな外交活動、まあ、引退しているにもかかわらず、例えばガスプロムの社長をしていたり、あの、今、ロシアの、えー、と、何でしたっけ、えー、と、その会社の取締役会長に就任、まあ、これは辞退しましたけれども、まあ、非常に密接な形で動いておりまして、まあ、あの、エスペレデーから、あの、党を、あの、除名すべきだと。 いう声がずっと SPDA の党員にだけでなく、いろんなあの国民から出ておりましたけれどもあの、実際のところ、上面には至っておりませんけれども、ただ、ご承知のように、あの元首相としてのです、ねえっと、特権は剥奪されましたし、EU からも えと制裁すべきだという声が欧州議会でもま出ておりましたのでむしろそのロシアの今回の侵攻との関連で,です、ね、スポットが当たっているのはシュレーダー政権下において進められたロシアとの緊密な経済関係の方にあのメルケルさんに限らずです、ね、あの当たっているのではないかなという印象を得ております。ただ、まああの <laughs> ロシアとの関係を深めそしてその後中国との関係を深めということによってついこの間まであのその結果として、まあ、ドイツは独り勝ちと言われるような経済発展を遂げたという部分があってそれに伴って、まあ、なんていうんでしょうかあの、まあ、したといいますかいい思いをしたビジネスができたという方は少なからずいらっしゃるわけですよね。ですから なんてううでしょうかねその責任論一色というと、いや、どうなんだろうと、要するに、その例えば、まあ、一つの意地悪な見方ですけれども、メルケルさんが退任するのを待って、ですねあの進行に踏み切ったようなタイミングになっておりますので、いや、その今のショルツさんの、えー、と対応に若干問題もあったんではないかというふうな見方もありますし、まあ、これは、あの、 もう少し時間が経ちませんとなかなかあの客観的な議論はできないかもしれませんけれどもあの、えー、メルケルさんに対する責任論それから、えー、とシュレーダーさんに対する責任論これは間違いなくございますただしあのそれはすべ、えー、て彼らに対しての,の外交にすべて責任があったんだという、まあ、そういった短絡的な議論ではなくてですね立場によって若干違いはあると。 いうことで、まあシュレあの、今のショルツさんもメルケル政権下で副首相をしていて、全く知らなかったわけではないわけですよね。で、かつ、実際にいろいろ一緒に外交をされてきていますので、やはり彼としても、なかなか、じゃあ前の政権の,あの責任なんだということは、なかなか言いにくいお立場であると、まあ、だからこそまあ政策転換がまあ若干当初もたもたしたというのはあるように、まあ、私自身は見ております。ただ、まああの 伊藤先生もご承知のように、まあ、大変今、えーと中国とえー、ロシアと中国との関係を深めてです、ね、経済発展につなげてきた分ですね、まあ、それがすべて反動といいますか、逆バネになってしまっている、まあ、先生方が今展開されたような議論については全く私も同意でございます。よろししいでしょうかあのどうでしょうか。あどれだかあ伊藤先生あじゃあ、ちょっとドイツのことで一言。あ言。<coughs> このガスパイプラインの件はあの1980年代のミッテラン・コールの時代ですよね。で、あの時フランスでも随分反対があって、ロシアに首でこう抑えられるっていう議論があって、まあそれは逆に言えば、ゴルバチョフにつながっていく冷戦の終結といいますかね、緊張緩和から経済外交というか、経済エネルギーがつながっていくんです。その時の時 コー,ルのとコールとミッテランのイ乗り自転車、あるいはコールの,そのフランスとの協力という議論から、ドイツではその後どう変わったんでしょうかねその,その時の議論がそのままずっと今まで続いてみるけどまだ続いてたんでしょうかねあのこれはあの今のご質問については、えっと、6月だったかな ?6 月に毎日新聞の,あの<ん>な長いインタビューであのもうお話をしたんですけれども、その ももととと哲学が違ったと思うんですよねあのつまり、えー、ノルドスティリーム1についてもノルドスティリーム2についても要するに経済関係を深めることがつまり相互依存を高めることが地域の平和と安定につながるっていう発想がドイツにはねずっとあって特に社会民主党についてはあの1960年代から70年代にかけてのブラント政権が 行った、まあ、オーストポリティックですね、東方政策、これの思想的な源流というのが接近による変化ということですので、つまりロシアとの関係を深めることによって、相手に対して、まあ、民主化を促す、まあ、自分たちと一緒に生活をしていきましょうということが影響力として行使できるんだという根本的な発想がありましたし、それは中国に対しても実は同様だったわけですよね。し、まあ、しかしながらそので 特にロシアの場合はですね、あの最初にプーチンさんがあの大統領に就任をされたときに、連邦議会で、えー、と演説をして、その時にプーチンさんはドイツ語でやってるんですけども、この時に私たちはあの民主化を目指すということをはっきり言ってるんですよね。まあ、その当時、本気で言ったのか、騙すつもりで言ったのかってのは、もう今となってはあの誰も分からないことなんですけども、あのメルケルさん自身は、あの シュレーダーさんもそうですけども、まあ、非常にドイツとしては、あのまあ、大変な喝采を浴びて、その言葉を実は信じたわけですよね。まあ、あのなので、その当時いやあの、プーチンさんにインタビューしたときに、例えば、いや、あの時は本気で言ってたんだというのか、騙すつもりで言ったのかっていうのは、誰にも分からないことですけれども、まあ、少なくともドイツの政治家が、その言葉を信じて、ドイツのあロシアの民主化を助けるんだと。 経済関係を深めてヨーロッパの中に取り込んでいくんだという発想があったというのはブラント政権の東方政策の思想的な理念から言っても実は非常に合致してるんですよね。なので、えっ、ー、とまあ、まあ、東,東方政策の続きということですね。そういうことです,、ねうん、ですから直前までそのプーチンさんと対話したのもそういうことだというふうなことで、まあ騙された。 ドイツが悪いんだって言われてしまえばそれまでなんですけどもちょっとそこには若干ちょっと気の毒な部分もあるのかなという気がいたしますまあでもロシア人って自分たち民主主義と思ってますよね。あの冷戦を終わらせたのはアメリカじゃなくて自分たちがあのソ連体制を倒したんだその通りなんですけどもあの結構なんかロシア人はなすと私たちは民主主義者だっていうんですよね真面目な感じ。 すみませんどうもありがとうございます。他でありますか？もう一ももう一番いいですか？太郎先生はい<問>よろしくお願いします。あのえっとドイツのね旧経済研究所がねあのウクライナサポートトラッカーというあのえ支援の金額を詳しく毎月というぐらい形で出してるんですけどフランスの支援は非常に少ないんですよ。特に、うん、あの軍事支援とかって言ったらもう本当に 取るに足りないというか、11位ぐらいじゃないですかね、全部で。あの、あの総額の金額、支援の金額。ウクライナですかウクライナに対して。ウク,ウクライナに対して。それは私の質問に対する質問に対。もっとね、軍事支援だってね、あのフランスは核もすごい軍隊持ってるわけじゃないですか。もっとやれるんじゃないかと思うんだけど、ドイツに負けず劣らず少ないんですよね。なぜですかねあの、あのー あのマクロンは最初からあの戦争にはあんまり賛成じゃないもんですから <laughs>、途中でこの間も7月ですかあの、ゼレンスキーと喧嘩になりましたでしょ、あの領土的譲歩をすれば、ああキシンジャーが言うちょっと前かな、にってであれあの戦争前から言ってるんですね、あの人。 まあ今分かりませんけれども、普通に考えればロシアの勝利だし、戦争が長引けば長引くほど、あれになりますから、犠牲は増えるからという発想が、それで今日、さっきお話した防衛体制よりも安全保障体制だという話を私、さっき申し上げたのはその意味なんですけど、そういう発想がドイツとフランスには僕はあるんだと思いますね。で、それがまた、その先ほど中村先生おっしゃったような、 ロシアととの距離もあるんだと思いますでフランスはあのマクロンが2017年2019年にロシアとのっと何でしたっけ、えー、ユーラシアの安全保障集団安全保障機構ですか提案を何回23回あのプーチンにしてますけどもあれはですねあの中国とロシアがくっつくのを割くためにロシアに くくっついていてとロシアをあのヨーロッパの味方にするという発想があったんですね。でだからそういう意味ではあの、ちょっと我々が思っているよりも、ドイツとフランスというのは進路だと思います。まあ、進路と言っていいのかどうか分かりませんけど、そう思いません、中村先生。<laughs> まあシュレーダーは特に先週、プーチンと直接会談しているわけですう。進路の方がかなりいるというのは事実ですね。でかつ あの今日も、えー、と出てましたけれども経済、経済省の幹部がです、ね、ロシアのために、えー、とスパイをしていたとで、ハーベックの行動を阻止するような動きもしてたということで、やっぱりドイツ統一後にかなりその、まあまあ、ボルガドイツ人とか帰ってきたりしてるものですから、まあ、結構ですねあの、まあ影響、ロシアが影響力を行使しうるような状況になっているのはもう間違いないだろうという、そういう意味ではその通りだと思います。 そういう意味ではあれなんですよね、東欧の,の仲間はここにはいないんですけれども、私、ポーランドに1週間行ってまして、その国際歴史学会の,あのいろいろやってるものですから、あのまずね2、2月24日にすぐね,ポーンとね、ポーランドアカデミーが、ね、声明を出したんです。ロシア人とベラルーシ人来ちゃいけない。<laughs> で僕らもそれは、ちょっとあの、まあ、僕らも避難を出しましたけれども、同時に政治でどういうふうに扱うかというとものすごく議論して。 まあこれあの、今言った独孤と、それが同じヨーロッパといっても中央ヨーロッパの温度差っていうのは全然違うなっていうのは今回ものすごく感じました。そういう意味ではいかがでしょうあの、伊藤し先生、イタリアは。<laughs> あすいませんあの。どのような点に関するご質問あの、今、ウクライナの問題にちょっとね、なってますけど。はい。えっとですね、うんえー、今、あの渡辺先生 からあのご質問になった点で、まあ、例えば中村先生がドイツについてご,ご解説くださったのと、まあ、同じ問題があるということを私も先ほどの報告でお話しさせていただきまして、つまりあの潜在的に、えー、特にあのイタリアの中道派というのは、1990年代後半にあのヨーロッパが軒並み中道左派政権だったときにあの、まあ、マイノリティで、かつあのです、ねえー、普通の保守ではなかったので、まあ 当、まあ、人たちの意識からするとかなり迫害されてです、ねあの、例えばベルスコーニーは確かに問題がありましたけれどベルスコーニーの支持者の人たちは基本的にヨーロッパの恩恵な中道右派の人たちが多かったんですが、まあ、あのポピリストってあの時期から呼ばれて、非常にあの阻害されたことがあって、で例えばあの欧州自民党にもなかなか入れてもらえなかったわけですね。でそのことがあってあの 意識的にプーチンと接近し,していてであの、そういう、まあ、な何て言うんですかね、あのヨーロッパのメインストリームの中道派に対する反感みたいなものっていうのがまあ根強く残っていますし、あとはあの、うん、もちろんあの公的債務残高は非常に大きいんですが、2000年代の前半に関してはイタリアの財政高いは非常に少なかったんですね。ただあの、ドイツとフランスに関しては違反手続きがされずに、イタリアはされたということを非常にあの今でも、 そこからやはりあのウクライナに関する問題についてもあのロシアと共同歩調を取りたいという人がかなりあの、まあ、いると。でしかもやはりエネルギー価格の問題が非常に大きいので,でイタリア単独であの何かできることは非常に少ないわけでその EU が例えばあの今、 提示されているのは、EU が、えっと、ウクライナ危機を理由に、えっと、欧州共通の,あのキャップ価格を設定してくれるんなら、自分たちもそれに従う、喜んで賛成するんだけど、自分たちだけで何かできることはないっていうふうに、まあ、主張していて、非常にあのエネルギー価格を理由とした、まあ、あのウクライナ支持の,をあきああの諦めっていうんですかね、こう消極姿勢っていうのが、まあ、そろそろ出始めてきて。 でですね非常にあのそこが懸念されるところでございます。以上でございます。なんかあれですよね、ウクライナ側もヨーロッパの援助が切れるんじゃないかってことをね盛んに心配している、そういうことを出してますよね。はい、さて、どういったしましょう質問ご質問ありますでしょうか伊藤先生、どうぞお願いします。イタリアについて、あのちょっと引き続きでいくつかお尋ねしたくてですね。あの 一つはあの、田中祖光先生も先ほどお尋ねされていた、まあ、あのちょっと、まあ、マーケットなどが非常にあのイタリアのリスクについて、まあ、神経質になっている中で、うん、あのヨーロッパ中央銀行がその、まあ、利上げを決めるにあたって、うんまあ、TPI という新しいあの支援枠みたいなものを作って、まあるいはもう本当に明らかに。 イタリアを、まあ、ターゲットにしてというんでしょうか、<laughs> そういう部分があると思うんですが、あのまあ、そういったこうなんでしょうヨーロッパ地方銀行の取り組みについて、こうイタリアの,なんてうの政治というのか、あのまあ、国民なのか、経済界なのかこう、そういうものをどのぐらい意識されているんだろうかと、ヨーロッパ地方銀行が、まあ、イタリアの,あの、まあ、急いざという時の 安全網みたいなものを作る動きというのを、はい、まあどういうふうに受け止めているのかなということを一つお尋ねしたいのと、はい、それからすいませんあのちょっと短くてあの結構なんですが3つ実はお尋ねしたいことがありまして、はい、もう一つはですね五つ星運動なんですけれど、はい、あのどのようにこうまあ,あのこの政権をこれまで政権に参加してきたわけなんですけれど、はい、まあ総括としてどう評価して ですればよいのかというところについて、はい、意見をお尋ねしたいのと、それからあの、まあ、ドラギさんというのは再びお政治の表舞台に出てくるということはないのかというこの3つについて教えていただければと思います。はいはい、あの大変あの答えにくいんですが、重要な質問ありがとうございました。<laughs> あのまず第1点についてはですね、おそらくあ,のあまり、こう ですね、アグリゲートの世論調査では出てこない問題がございまして、まずあの、えっと専門、専門家というか、一定の政策知識があ,ある方と一般世論との間で、多分分断があるだろうということは言われていて、特にこの問題に比較的詳しいマーケット関係者ですとか、あと特にあの金融関係、特にあとそれに関する、えっと、政策を比較的近場でになってきた中道左派の まあ政治家の人たちは高く評価してますし、あの3点目の質問とかあの、えー、かかりますが、例えばですね、えっと、次の首相、誰がいいかって民主党関係者にアンケートすると、あのレッター投資よりドラギローがいい、若干上回る結果が出てくるような、あのそういう状況もございます。ただあの、一方で細かいことについては、あまり正直と知られていないというか、あのまあ、日本でもそうかもしれませんが、あのこうした教、うん 金融の専門的なパッケージというのは世論の人ほとんど知らない状況で、でそれがあの大きく問題になったときに一般の人にえっと省略された形で届くことになります。で、その前回届いたのは基本的に EU というのは、あのそれこそあのなあの南米とかアフリカの累積債務危機のときじゃないですけど、非常に厳しい自分たちに対してあの借金の取り立て人みたいなです、ね、イメージがまだあって、で非常にまだあのイタリアは、 ギリシャと並んで、e、EU に対する一般世論のイメージがまだ悪いんですね。他の国が今、改善しているのに、全然上がらないと、うんで。で、多少よくなってきて、専門的な政策サークルはいいんですけど、世論はその細かなパッケージを認識していないので、これから何かもし問題が起きたあの、えっときに、いくら専門家がいいと言っても、その世論はそれについていかないだろうという懸念はあると思います。 もちろん、その一方で批判的には見るんですけど、復興基金を使うことが必要だと思っているということは事実で、いろいろ、特に金融面よりも、まあ、復興基金の方に多くの人の関心を集中していて。 でそれについて、えっと、一応条件付きだ、コンディショナルだっていうふうにあの、えっと、言われていますが、ただ、イタリア国内のさまざまな専門的な意見を見ると、コンディショナルだって言ってるけど、結局は出さざるを得ないだろうっ要するに自分たちはトゥービック to f フェイルだからっていう、ちょっとこう、そういうことがあって、ですからあの、あんまり厳しい対立は、特に経済面については、まあ、起きないんじゃないか、結局、まあ、7で,とこで中間的な位置を。 を探っていかなきゃいけないし、世論が大きくその経済政策の専門的な貸し取りを変える影響力は逆にないので、えっと、ギリシャのようにあのデモが起きてです、ね、国会麻痺するとか、そこまではいかないんじゃないかとは言われています。でえっと、2番目のつ子運動の評価ですが、あのこれはあの まあ非常に難しいところで、あの結局、南欧の左派ポピュリスト、まあ、左派かどうかっていう問題があるんですけど、で共通した現象ですけど、やっぱりユーロ危機と非常に強く結びついた現象で、あそこでもう苛烈な緊縮政策をやったので、うんうん、それに対する反発が出てきて、えー、とあその経済的に、えー、とダメージを受けた人が、あの ギリシャとかだとあの、旧審左派に流れたんですけど、イタリアの場合、旧審左派があの選挙制度上の理由とかで、あんまり票を取れない、もしくはあの非常に古い共産主義との関係で、あのギリシャだけ共産主義はあのイメージが良かったんですが、あの日本あの、イタリアは非常に良くなかったので、そこで五つ星に救われたという問題があります。うん、で、もう一つはあの政治改革への訴え、反エリートという、あのコピリストの典型的な、えっと、アピールで一番成功したので、まあ、その面 ではまあ、あの私は別に全然支持者ではないですが、良 <laughs> かったし、あの例えばあの、定数まあ、これは企業方変はありますけど、議員定数の削減とか、実績も残しているんですね。でも、だからこそあの、あまりに政策のかじ取りができないとか、あのえっと、ルールに従うとか、政党規律を維持するとかいうことについて、全く関係ない。えっと ですね、関心がないというか、とにかく内部対立と、あと離党行動が非常に激しいので、有権者がもう嫌気がさしている、で中でも,あのもう嫌気がさして、割れてしまっていて、うん、結局、えっと、2013年、えっと、18年と最大の支持を受けてにもかかわらず、やれたこと、5つ星としてやれたことが少なかったと。 伊藤先生のご専門と特に絡めて言えば、基本的に5つ,つ星はあの政治改革プラスあの最低所得保障的なあのものをやるってことが非常に重要だったんですけど、えー、そのベーシックインカム的なものは導入しましたけど、結局いろいろ条件付けられて、あんまりうまくいかずに終わってしまって、あの経済政策で実績を上げられなかったというのが大きかったと思います。 すみませんあと長くなりましたが、3点目は簡単で、えっと、これは、えっと、ドラーギ自身がどう答えるかによりますが基本的に再登板は、まあ、現在の情勢から言うとないと思います。あの選挙で中道派が5割、あの50%近くの得票を得るっていう予測もあるぐらいなので、えー、でドラーギだけには少なくとも右の人は渡さない、もうテクノコナートはあの勘弁するということでは、えっと、合意が取れているので、えー、っと多分まあないだろうと。 もちろんこれあの、何かあったときにあの、合意が取れないときに、ドラギさんを再担ぎ出すということはあるかもしれませんが、まあ、本人は正直言うと、もうやけがさしているというのが、えっと、今の観測で、別のテクのグラートが将来的に出てくることはあるかもしれませんが、ドラギさん、再当板は、えっとまあ、国民の支持は一番まだ高いんですが、ちょっとないだろうというのが今のところの観測です。すいいままません長くなって失礼たたたしましし、うん、ありがとうございました あのいつ星あれですか、あの結構インテリ層も入ってるわけでしょ、はい、そうです、あの例えばあのノーベル、えーとえー、文学賞を取ったダリオ・フォーって演劇の人関係の人とか、まあ、いるんですが、やっぱりあのもう、えー、基本的にいつ星というのは、あのえっ、ー、と,と素人的な政治家と,あと外部から操縦するエリート層の,あの集まりというか、まあ極少数のエリートで、結局そこが。 うんと言わないと何もできないということが分かって結構離脱した人もいると思います。はい、大体いいあれでしたけれども、えっと、田中先生、それから特に福田先生ご提起された広い視野ということで、まあ、私も戦略的自立というところがヨーロッパも世界に向けて <laughs> やってるんであの、ユーラシアの問題とインド太平洋の問題が話して考えられなくなっているというふうに。 私あの、ユーラシア研究会の方では連結性ということで、なんかまあ、これは逆に言えば、中国の一帯一路の陸の一,一帯一路と海の一帯一路に対応するという見方もできるんですけれども、まあ、その辺で一言お久しぶございませんか問題提供はされたんだと思っておりますけども、はい。今日あの、先生方の議論を伺いまして、すごく勉強になりました。えっとまあ、あの 開かれたインド太平洋というふうなところではやはりあのシルク海と陸のシルクロードの次に、まあ、デジタルシルクロードっていうのことを中国が目指しているということもあるのでそれに対抗するためにまさにあの自由主義世界の、まあ、法の支配やあるいは開かれたというふうな側面を持つ デジタル基盤を構築する、まあ、そういった意味で、あの台湾の存在意義というのもすご,すごく大きくて、あの田中そこを先生がおっしゃられたように、えー、その半導体を作る世界最大の能力を持つ台湾をおこちら側につけておきたいというふうなあ戦略的な意図も入っているで、これはまあ日本も同様だと思うんですけれども、アメリカも同様だと思うんですけれども。 まあそんなふうなところもあって、今ちょっと私は興味を持っているのは、あのインド太平洋地域のデジタルをめぐる争いというか、まあ、その辺の方向性がどうなっていくかなというところに今、関心を持って研究をしているところでございますので、あの先生方のご議論、すごく私は参考にさせていただいて、あの学ぶところ多かったんです。どうもありがとうございました。 いかがでございましょうどうもありがとうございました。いかがでございましょうもう、まだありましたら、どうしてもっていうとこ大丈夫ですか田中先生は何か動きがありますけど、いかがですかじゃあ、こんなところでよろしいでしょうかどうしても一言ってある方いらっしゃいます <laughs> 少し長くなりましたあの。司会者が2つのテーマについて話したので、ちょっと私がオーバーしましたけれども、申し訳ございませんでした。 まああのこのまま1時間開放してても、まだ議論続いてると思いますけど、実は <laughs> いろんな問題出てきて、私も質問が各それぞれの方にあの5分ずつはお答えしてほしい質問がありますけれども <laughs>、あ今日はこの辺で終わりたいと思います。また、近々ね、選挙がねイタリア、イギリスなんかであるのと、チェコでもあるんでしたっけ、えー、なんかいくつかあるので、それからまあそういう。 夏休み明けのエネルギー問題、そういう問題もあるし、ウクライナの問題もそろそろ、目処が立たないかな。<laughs> まあ、一度やりましょうよ、高津さんね。10月か11月初めぐらいまでに一度やりましょう。それから、まあ、ブレクジット後の EU っていうのはやっぱりちょっとテーマとして、これはあの EU の問題としてやっぱりやった方がいいかなとやっぱり思ってます。広く、あの、現状だけじゃなくて歴史的な背景も踏まえて。 この歴史学会議に出てましたらね、イギリス人がまあごめんなさい、もう本当に余計なこと言って、<laughs> 僕も先週ずっと張り付いてたんで言いたいことがたくさんあってあるんですけど、イギリス人が言ってましたけど、ネーションのセッションで、イギリスにはネーションっていうコンセプトはないんだって言い出して、<laughs> でネーションじゃなくてエンパイアだと言い出しまして、<laughs> でネーションの議論、各国でやりだしたら、もうぐちゃぐちゃになっちゃってね。<laughs> まあそんな話もありましたもんですからね。まあ、改めて EU 統合の難しさと面白さという多様性というのは感じたしたいです。ちょっと感想まで。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。どうも、長々と申し訳ございません。ありがとうございました。また今後ともよろしくどうぞお願いいたします。ありがとうございました。あり,あ,りありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。